つまんで。色っぽいね。でね、ほんまむちゃくちゃですね、この本ね。編集とかないですね。全部なんかのコピペ。でもなんか一応マルシーとか書いてあるんですけど。マルシーもコピペ。コピペなんですよね。どうも。面白い。でもえどこで見つけてきたの？僕がね、今日新宿にちょっと寄ったので、紀ノ国屋さん。いや新宿紀ノ国屋さんに、はい、あの昔からのものね、はい、よって楽譜のコーナー6階行ってみたら、あのジュンさんにあるのはもうちょっと置いてあったんだけど、はい、なんかこうなってね、たまたま、あこれはこれはやばいんじゃないか、1500円、安い、なんとそれはいろいろ払って払う、531曲の払ってないからですよ、すごい分からんけど、某出版社から出てる。某出版社から出てる。はい、山中さん、あのタイムリミットまであと何分ですか。なんかね、翼をください歌ってください。翼をください。いいまーですね。うん、じゃあ、あのね、卵のやつください。卵。卵ありますよ。卵どっか行った。卵どっか行った。もう一個あるよ。聞いてたね、今私が願い事が叶うならば翼が欲しい、鳥のように白い翼つけてください、この踊れに翼を広げ歌詞が分かる曲って何かこれこの譜面もめちゃくちゃなんですけど、あ不思議だねこれね。あがた森生さん、あがた森生さん、こんなの山中さん、あがた森生さん、若い写真、あ一生懸命ですね、すいません失礼しました。森生ちゃん綺麗だね。綺麗です ね、これなんかさ、こうなんか出なくなってんね、ウィンドウがね、この前まで、右だけ外れてたやつですか？あ、じゃなくて、なんかちょっと待って、今、ノートパソコンで見てるんですけどね、iPad の方が綺麗iPad の方が綺麗iPad の方がね、映りが
iPad はなんかこう綺麗に見せる何か技術ね、ありますよね。うん、綺麗。人間の目ってなんか こういう風にすると綺麗と思うとかってあるよね、うん、きっとね。いや、続けた日々がまるで嘘のように忘れ。時が来るまで心を閉じたまま暮らしてゆこう。どこで汽笛を聞きながら何もなかったこの街で。A メロだけ。いいな、でもやっぱ楽器弾けるっていいな。ダンスはうまく踊れない。音楽が大好きなんですね。好きですよ。好きです好きです。なんかずっといつもちっちゃい頃からの周り音楽があった気がしますけど。好きですよあなた。まあ好きです。まあでも音痴ですか。音痴なんか別に音痴じゃないじゃない。いやいやいいじゃない。いいです。あとそう、あの山中さんにそう言われたけど声が変わってるっていうので。声にね、すごいコンプレックス持ってるんですよ。なんでいいじゃん、だからあの、うん、アニメの少年の声歌ってるの、うん、そうよ少年の、そうジブリかな、なんかそう、少年の声っぽいですか、皆さん、うん、どうですかね。アニソンだってアニソン、ね、ちょっと昇級しよう、あのイエーイ、メレのアニソンタイム、アニソンタイム、イエーイ、昇級しさせてください。トイレ休憩。君じゃあアカペラで歌って。何がいいだろう、はい、頑張れ。何だろうな、何がいいかな。頑張れ。そうね、テテ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 あんまりそわそわしないで。あ、それがいいんですか。やっぱラムちゃんって人気ありますよね。人気あるちゃ、あるちゃ、うん、では、はい、リバーブ、リバーブどれだっけ。リバーブこれ、それ入れた方が、はい、入れすぎないですか、大丈夫ですか、はい。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ、よそ見をするのはやめてよ、私が誰より一番好きよ好きよ好きよ、ふん、好きよ好きよ、キュッキュッキュ、好きよ好きよ好きよ、うん、好きよ好きよ好きよ、星たちがまた強げん、夢見るのあなたの全て、愛してもあなたは知らん国で、
よそ見をするのはやめてよ。あなたが誰より一番難しいですね。ねえ、マラブ999さんからあのゆるいって言われてよ、うん、あのパスに先週のナビゲーターはマラブ999ってことでリバーブ違いますか。いや続けて歌って何歌うの。ちょっと弱めに歌って。弱めだってあれですよ、はい、逆に、はい、続けるの続ける、うん、そうね。そんなあんまり近づかなくても、ね、大きな声出せば大丈夫だよ。はーい、うん、なになに昔のアイドルと追っかけの掛け声みたいな。SEXTUNE なんだっけ赤いスイートミーよしわしがギター弾こう。お仕置きされるんだろどんだけド M なのあれが歌いたい。タッチタッチ歌いたい。ちょっと歌詞が分かんない。ちょっと待って、うん、歌詞調べてね、うん、タッチってどんな曲。タッチすげえ、一発で出てくるんだ。あっ、おぉ、すごいね。さすが Google。 あ、長いね、ここね。いっか、一番。はい、はい、はい。呼吸を止めて一秒もあなた真剣な目をしたからそこから何も聞けなくなるの星屑ロンリネス。イエイイエイ。きっと愛する人を大切にしているなので、落ちた涙を見ないふりすれ違いや周り何回過ぎたら二人は触れ合うの。お願いタッチタッチここにタッチあなたから
こんな感じ。2番。え？右剣のケタロウ。やげね。ゲゲゲゲゲのゲですか。そう。あ、ちょっと待って。何？モノマネ。モノマネ。うん、何のモノマネしてほしいの？和太鼓。ね、なんだっけ。あの鐘のメロディーが出てこない。なんだっけ。あの鐘を弾くのはあなた。マックさん。はい。マックさんちょっとメロディーちょうだい。じゃあめちゃくちゃ。誰？フリーザのモノマネってどうすんの？フリーザ。私の高い。うん。私の声が高い。私の無理。はい。星ヒューマン。リアルで見てね。なんだっけ、星ヒューマン。ネズミ男。うん、ねえ、うるせえやつ。おい、来たろ。あ、それネタもみやつだった。うるせえやつらもう一回歌ってって。やだ。いやいや。あられちゃん、あられちゃん、いいね。あられちゃん、今探す。あられちゃんはね、あれですよ。めっちゃ、幼稚園だったのかな、あられちゃんは。大好きで、うちのママも大好きだったんですよ。あられちゃん、うん、出てくるのかな。じゃーん、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 あられちゃん、キュ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 あられちゃん、はい、しょどんどんなったったカジ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 カちゃんも、はい、面白い爆弾打ち上げも、はい、王様は青を博士はえへへみんな集まれ新発明だ一体何が始まるかそれゆけいししし楽しい、あ、違う、ドキドキ、それ行け、シュシュシュ、ドキドキ、ワクワク、チャラーン、チャラーン、チャラーン、もっと連発だ、また行こう、また行こう、あった、うん、あった、あられちゃう、ギャーハハハハハ、ギャーハハハハハ、クブクブクブブブーガッチャンも、おい、お笑い、笑いの爆弾、打ち上げろ、おいしさもキラキラ、みんなもギャーハハハ、みんな集まれお祭りだ、はい、宇宙の果てから飛び入りさ、はい、それゆけシシシヌヌロをやってるイエーイイエーイもっとおかえりなさいこれはもう体力に挑戦する歌謡ショーだ、うん、ちょっとまだ来たよブーちゃんにいけいけブーちゃんに来たよダメこれね時間がね、5秒以上となる。あ、放送事故。放送事故なの？そうなの？うん。そう。自由な言うさ、ここですか？そのとこ。自由な言う通り。楽しそうですね。楽しい。でも、無茶ぶりがすごい。レイちゃん、乗ってる親父さんの、ありがとうございます。アジトさん、なんか歌って、何がいい？アジト。アジト。みんなの味とすいません、勝手に歌っちゃいました許諾してもらおうアジトさんの CD は持ってるすごい、はい、全て私が許すおイエーイ、はい、プロデュ
名言出ました、はい、全て私が許すと、はい、と中川さんあーどうも素晴らしい中川さんのオーソライズがあります。あ、屋根裏美樹さんこんばんは。トフェさんこんばんは。岩崎ひろみ。マッサさんこんばんは。赤さ TV さんこんばんは。マノブ。キューキューキュー。エビちゃんさんこんばんは。こんばんは。出席番号大事なみんな。カズヤさんこんばんは。そう出席番号大事。出席番号。確か204。河合さん河合さんもねいらっしゃるかわかんないけどこんばんは。河合さん来なさいよ。アルディさんこんばんは。エンタキさんこんばんは。はい。って感じですかね。って感じなんや。歌歌って。歌ないと。手品なんかできるわけない。顔芸は。え、そ、あ、それ。おもろい顔。それ来る？あ、ニュース速報じゃん。腹踊りでもいい。ちょっとなんかポコン。ストリップ上でもいい。イエーイ。バン？バン？いや貴重やんそれ。バンされたのええやんもう今回。ねえ、バンされたの違うチャンネルで。今バンドの人。金曜日の夜ぐらい寝かしといてあげようバンって言う人も寝かせて、ちょっとバンバンされるぐらいの、うん、あ、でもええねんそうね、そうね、ね、そのぐらいの楽しみないとね、ユーストは自由なんだから。何探してるの？早よ言って、繋いでられまへんで。いや、今豆腐屋さんタイムですよ。豆腐屋さんが声どくなってしまうよ、あの感じだから。声どうなるよ、かわっこいい。また戻してね。愛で戻すしかないやろ。そう、愛で。愛があれば、また別の。そうです。もう面倒くにも、はい。心配ないからね。君の想い。愛は勝つらしいよ、知らんけど。愛あなたと古いな。夢あなたと二人ね。恵比寿さんのリスクの女性下がらなみらしい。何？川崎幸男さんの。あ、ほんまですか。下がらなみさんってあのキャシーさんと。まあ、レズやいう話ですよね。ね、エビさんと。レズとかもう そういう年でもないじゃん。エコーがひどいよ。わざとよ。エコーひどいって言われた。音響効果の限界に挑戦する。あ、アジトさんの歌 OK だった。ありがとうございます。カズさんありがとう。あ、ナオさんありがとう。福人レンジャー、イエーイ。こんばんは。どんなの歌ったっけ。わからん。異邦人どんなんだったっけ。タララオたちがタラララララタララ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 ラ歌ってたよ、私。歌なかったっけ。出て、はい、タイミングある。子供たちが空に向かい、いや、そうだ、両手両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。
あなたにこの弓が届くと信じていた。空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる。あなたにとって私ただの遠いすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。ジャカジャン、こんな感じ。ジャカジャンジャカジャカジャンジャンジャン。ナウシカ覚えてない。風の谷のナウシカ。え、あら、女ナウシカ持ってよ。私ジブリね、あのほとんど CD、 あ DVD 持ってる。歌わない。でも声で歌わない。てかちょっと山田さんの背中見てて。見てるな。見てるの。あなた iPad で視聴してる場合じゃない。何言ってんの。視聴者。視聴者。ええやん。それ何？青く眠る水の星にそっと口づけして命の火を灯す人よ。時という金色のさざ波は女の生まれたと息ね、心にうずもれた、なんだっけ、優しさの星たちが炎をあげ呼び合う。波はさすら何パーセンのようにもう森口博子です、ね、森口博子、はい、水の星へ愛を込めて、これね、森口博子って本当歌うまいですよね。うまいですよね、うんうん、この歌難しいんですよね、カラオケとかで歌っても、うん、あんた一人カラオケをしてたもんね、前ね、うん、あれですよ、なんだっけ、違いますよ、これの練習するためにあ、そうなん、あ、そこそこそうなんね、しかもあれ、あの時ツイッターやってただけですよね。そうだっけ。そう、ツイッターするとこでカラオケは一切やってないんで、映像でも。そう、福神錬時代さん、そう、ゼータガンダムです。メインがガンダムシリーズで一番好きなのは実はゼータガンダムって。ありがとうございます。どうもね、下手くそなのにごめんなさいね。ありがとう、みんなありがとう。おや、豆腐屋さんライブかよ。浅川屋さん来た。こんばんは。どっちか分かんないけど、あれ、向かい屋クラブ終わったのかな。まだ終わってない。そうかな。クッキーとメイさん、はい、なんかこの映像映り方すごい綺麗だ。立体感あるし、で膝に誰か寝てる。あ、隣に誰か寝てる。誰やるね、寝てはる人ね。私の方が綺麗やな。どうや、被写体がな。私のせいやな。被写体がええから。私が綺麗やから。あなたが綺麗な映像流してるんですよ。だって、はい、完全な、いくらほら映像とかね、ほら道具が綺麗でも、映るあなたが綺麗じゃなきゃ、いや、もう
どうしようもないわけです。やるの、見ているあなたの心が綺麗なんかも分かる。あ、そう、見ている、あなたたちの心が綺麗だからよ。あ、そうや、見ているお客さんの心が綺麗だから。いいこと言う、ね、山中さん、はい、道具はちょっとお助けしてる、はい、こちらで寝ていらっしゃるのは私の上司、はい、あと上司、上司だったよね、そういえば。JU、そういえば。NS アンダーハイフン JP の方です。はい、ね、ジューンズアンダーバー JP の方ですね。はい、ね、視聴されてます。はい、今日なんか参加もなんか、する気なくしてるみたいな。違う、なんかそれ違うね、後でね、もう、うん、みんなびっくりするようなことするのよ。ほんとー今何頭仕込み中もうね、いや、うん、もう仕込みは済んでるよね、タイムコントロールもうね、待ってるわけ。あ、なるほどね、なるほどね、タイミングで内緒にしてるけど、うん、もう決まって全ては決められてる。キヤキヤ、さすが、さすがプロデューサーよ。ヤマピーよ、ヤマピー、ヤマピーよ、ヤマピー、みんな、こっちヤマピーよ。ジュンジュンだよ。ヤマピーで、ヤマピー、あえて、あえてヤマピー、昭和なのに。皆さん飲んではります？金曜日の夜ですよ、うん、金曜日の午前1時03分や、うん、飲まないと、乾杯しよう、乾杯、じゃあ、はい、乾杯、パソーンって入ってみようかな、見えるか、ちょっと氷と、私一服行ってくるんで、東平さんよろしく、ちょっと、あの、うん、あ、やめやめ、あ、怒られちゃうよ。仕入れはったこの歌本の山ってあるじゃないですか、どっかに。ああ、どこにありましたっけ。目が全部片付けたよ。あ、片付けたよ、ね、そう、私片付けてないよ、あれ。片付け好きやからな。ちょっと待ってね。そう、なんで動かしたんやとか言うんですよね。もう分かりやがったってね、お母さんが片付けやるよね。すごい、すごい。どないしよう、なんか知らんけど、隣寝てはる人見てるけど、ストーリーになってる、なんかでしょ、漫談とかできないんですよね、面白い話とかない。今日ね、あれですよ、山中さん、はい、あの来るとき新宿ちょっと乗ったらね、ええ、これぶら下げてるじゃないですか、こう、メガネ、これで、ええ、ポトンって落ちて、あーって思ったら、ええ、あの JR のね、ええ、会社のとこで、ね、落とし物届いてませんって聞いたらね、あったんですよ。なんか届けてくれはった人がいて、ちょっとね、嬉しかったんですけど、ちっちゃい幸せ。あ、山中さん、何言うとんねん、このおっさん。ちょっと嬉しかった。それは、うん、あ、頭回れ。頭回って。酒と涙と男と女歌え、忘れてしまいたいことやですな。浜やらは忘れてしまいたいことばっかりやな。そうやね、もうやめてしまいたいことばっかりやな。ほんまや、毎日寝てばっかりも嫌やけども、働くのもおもろいけども、でもなんかもっとええことないかな。そうか、大阪で生まれてへんけど、道頓堀もどうでもええけど、どう、たこ焼きの美味しいのは食べたいな、美味しいの食べたいな、明石焼きはあんまり好きやないな、もんじゃ焼きは苦手やな。ほんまや、割と硬いお好み焼きが僕は好きや。ぼてじゅうのお好み焼きが食べたいけど、ぬかるみの世界でもええな。ちぼうや、ちぼう本店千日前、ね、千日前はアパート昔火事でいっぱいし、え、そうや、飛び降りはったよね、千日デパートん、ねえ、ずっと残ってたんですよね、あの千日前の千日堂って、食堂自慢の千日堂へ行こうじゃないかって、知りません、知らないですよね、知りません、知りませんか、おいか、ファンファカ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 ファンファンファンとかね、
こんなん G4F シャープと弾かれへん。踊り疲れたディスコの帰り、これで青春も終わりかなとつぶやいて、あなたの肩を眺めながら、痩せたらと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や堺、大阪の街を出よう、よしてん。大阪で生まれた女や堺、東京へはようついていかん。踊り疲れたディスコの帰り、電信柱に染みついた夜、たどり着いたらいつもの部屋、裸で電球をつけてはまた消して、あなたの中に痩せたらと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女や堺、大阪の街を寄せて、大阪で生まれた女や堺、シベリアへはついていけねえ。踊り疲れたディスコの帰り、全身柱に染みついた夜、あれ、これいらないっすね。中尾さん、僕は初めて、そうね、おかしい、なんか、はい、こうセックスというのを見たの、天王寺動物園のキリンだった。びっくりした。キリンのセックス。びっくりした、なんか。ものすごいんやって。あの5メートルぐらいあって。はい、ありましたな。もう、はい、こんなん、こんなん。こんなん。で、もう、ボト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 って。で、こんなんやって、なんかしてもボト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 ってなって。あれ、足折れたりしまえんのかね。どんな格好でするんだか気になるわ。そのままよ、バックで。そのままバックで行くの。ものすごいね。もうそのね、何にびっくりしたってね、その量。量ボト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 ちゃんとその中に入ってまいんの、それは。もうそういうの覚えてない。もうあのボト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 とそっから溢れ出して、ボト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 ボ人生はおかしくなってしまったそうかもしれん。キリン、天王寺動物園のキリンのせいや。キリンのせいや。確かにそれは衝撃的。ね、私もね、なんだっけ、水族館行って、うん、あの白いイルカ、あれいるじゃないですか。ある水族館に、はいはいはい、その現場を見てしまって、大きいでしょ。もうね、こんなんでしょ、ね、こんなん結構きつかった。だって楽しみに行ったんですよ、その白いイルカを見るために行ったのに。いくつの時だろう。もう自分が経験してからな。こいつらやっぱり畜生があったもんね。いやみたいな。なんかだってね、それ楽しみで行ったのに、最初に見た瞬間がそれですよ。生々しい。いるか。今生々しいの。いや、もうまんまです。でもだってお腹とも長くぶっつけんの。うん。いや、なんかね、なんかすごい。そうや。わからん。わからん。どういうこと？キリンと一緒です。キリン、そう、イルカがどうやってそんなキリンと一緒に。いや、まあもうね、そうなるんです。なんかそんな感じなんですよ。どうやったらイルカがキリンの女の人はどうなってるわからん。
いや、もう本当に泳いでる状態で。泳いでるわな、はい、泳ぎつつでしょ、2人とも。はい、押す方が後ろからみたいな、そんな。後ろからってだって足とかないやで。後ろってどうすんのよ。なんかね、あなた言うてる、絶対おかしいよ。なんかね、こんな、こんな感じで泳いでいくのよ、こうやって、うん、こんな感じで。ラッコもそう、ラッコなんかもうびっくりしちゃう。ラッコもラッコはまだ、ラッコやけど、イルカってマグロみたいなもんやな、前言ったら。そうや、ヤシロイルカってなんか変わっ、こう丸っこい形してるじゃないですか、うん、だから丸い物体と丸い物体がこう、なんかそうなってるみたいな。あ、こうなんかあの、坊主と坊主がこうやって、こうなってるみたいな、こうなってるみたいな、ニュルンニュルンみたいな、そんな感じですよ。大きいでしょね、まさかぬるぬるにこうなんかびっくりしたんですよね。ああ、そうか、あーわーおーみたいな、えらいこっちゃったえらいこっちゃおーとね、え、みんな見てたんじゃないの、その時は。え、いや、その時にその部屋にいたのが私だけだったんですよ。私、え、あなたのためだけに2人でやってくれたんや。あの、しかも親と一緒に行ってて、たまたまあの、私が見に行くって一人で遊びに行ったら、うん、こうポカーンみたいな感じで、ああ、もうほんま子供の中学生、小学生とか。いや、いや、いや、でも中学生ぐらいだったのかな。なんとなくちょっと知ってるかなってぐらいの時ね、うん、そうだから自分未経験の時に先にその未経験、未経験、そうね、それから3ヶ月後に本当の経験。ああ、そうか、あ、あの、こんなんやなって、あの、イルカみたいな人と、そうか、あ、こんな、あ、こんなだったかな、あ、大変だね、みたいなね。それから3ヶ月後って、早くない？イルカみたいな人じゃないと、もやになったのかな。もしかしたら、最初のその見たのがずっと影響するかもしれない。そう、そうなんじゃ。なんかイルカスタイルとか、僕も今でもキリンが残ってるから、キリンスタイル、キリンコンプレックスの塊や。ボトボトが忘れられる。どんな会話よ。すごかっただよ。マジね。食べたらね、一生日いっぱいになるぐらい。おーさん、また。すっごいね。出ますね。あれ分けたらね、3億匹ぐらい切れてくる。あの、もしかしたら、ひょっとしたら人類分ぐらい切れてくる。40億匹ぐらいの切れ。じゃあ、あれや、野良キリンのなんか条例とか出るね。怖いわ、ほんと。どんだけよ、キリン、ほんと。その割にはキリンってなんか少ないイメージないですか？せやから、じゃあその、ほら、襲われやすいから、少ない機械をなんとかものにするために、どこどこってやる。どこどこってくんな。とばばば。えらいもん見てはるな、ほんま。おかしい。びっくりしたんですか。なるほどね。ほら、ほら。受けてるでしょ。うちのあのママから、ジンズあのパブのママから、いやだわこの人たち、なんてお下劣なのかしらんで。あれ、ちょっと近くに入ってるわよ、本当に。上何か。帰れない二人をリクエスト。帰れない2人、帰れない2人ってありましたよね。帰れないでしょ、ね、調べちゃえばいいのね。調べますよ、ね、井上陽水だもんね、ほんとね。そういえばリクエスト、 なんでみんなキム・ビアンカさん呼ぶの。ん、流行りましたね。流行りですか、ね、一回やっぱそれ伝説するね。そう、私もレンジャーやろうかなと思ったんですけどね。あのアイコン変えるのがちょっと面倒だな。変える。よりも夜露は冷たく、二人の声を山田さん、こんなんでよかったよね。違うと思います。ちゃいますか。だいぶ違う。だいぶ違うって言われてほら、そうか。そんなん、もう適当やる。今はの、これで今は自殺する、若者が増えている、毛先だ
片隅に書いていた。だけども問題は今日の雨傘がない。行かなくちゃ、見に会いに行かなくちゃ、君の街に行かなくちゃ、それはいいことか、とか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 、うん、帰れない人に好きですっていう人がよくいるんです。すいません、帰れない人、帰れない人じゃん、帰れない二人、好きな人がいてはんのにこんなんで、うん、あなたたち、中野に歌いに来たいなさ、言うてはああ、傘がない、ウヒーってあるやん、ベタなぎさん、氷の世界収録ありがとうございます。あれ、うちには絵と音が合ってないな。あー、またずれてんのかな。絵は細かいことも、絵は気にしないよ、細かいこと気にしない、気にしない、細かいこと気にしてるもんね。いいのいいの、人生楽しいね、そうしてええの、楽しい思ったら何でも楽しい。バスへのスナックというよりホームレスさんに言われてますね。ちゃんと何やかな、ペイちゃん大丈夫って言われてあるけど、私大丈夫、大丈夫、大丈夫くないわ。だってメイちゃんが一番大丈夫でしょ。ヤンキー走ってる、ヤンキー来た、ヤンキー来たよ、ヤンキー向こう行ったよ。中野の大久保通りでは今ヤンキーが走っています。なあ、リバーン入ったから、えらいこっちゃ、豆腐屋さんのそのね、えらいこっちゃっていうの好き。お前えらいこっちゃ、えらいこっちゃって言う、普通にいいんですよ。寂しさのつれづれに手紙をしたためています。あなたに白い便箋が似合うでしょうかな。黒いインクが綺麗です。黒いインクがいいでしょう。青い便箋、青い便箋が悲しいでしょう。寂しさだけよ、ダダダダダ、悲しさだけを滑りました。キリンがね、いやどうしてもやっぱりキリンですね。やっぱキリンがね。あんちょっと濡れてます、すみません。キリン、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 ちょっと虫しといてください。やだ。はい。似合うよ。ひどいね。ひどくない。やば、どうなの。ほら、キリンってきてる。もしかしてあれでしょ。朝まで。ですね。朝までやね。とね。今日何時までありますかね。ずっとって書いてあって、あなたがずっとって書いてたよ。うん。いやいやいや。じゃないですか。やん、何時とか。今日はブランチ恩恵なんだもん。だって、だって今3時とかってこれ日本の話やん。ようや。あな、今アフリカ行ったら違う時間やね。ジンバブエ行ったらどないすんの。木星とか行ったら 1年が300年もあるんやね、日本の。でや、すごい。そうよ。うん。ユーストリームは世界中に配信されてんのよ。世界中、宇宙中やで、電波出してんねんもん。そっか、そっか。じゃあ、ガンダムにも届いてたりするのかしら。結晶ガンダムとか、そうですよ、ガンダム。ガンダムどこにいんの。ガンダムってね、ほんまにおると思ってんの。ん、はあ、ほんまにおると思ってるから、なあ。
てんの？いいじゃん。どこにいてはんの？いいじゃん、思ってな。普段何してはんの？ガンダムさん。何仕事何してんの？うちのホワイトベースで待機してます。仕事何してんの？ガンダム。あれって、なんか中乗ってる。ロールしてる。ロールしてる。中のブロードウェイでもロールしてる。無茶ぶりだよね、ほんとね。ねえ、なんでそうガンダム知ってんの？ん？なんでガンダムそんなに？ガンダムでも広角機動隊とかなんか。エヴァンゲリオン？違う、広角機動隊じゃん。広角機動隊？星守る。そう。ああ、で、私あれが一番好きなんですよ。ガンダムもエヴァも好きですけど、そう、広角機動隊が一番大好きで、多分100回以上見てる。100回も見てんの？大好き。だから、このメイン、アンダーファイブ、MAJ の MAJ は少佐っていう意味なんですよ。英語で訳して。マジェスティックとか、マジェ…なんだっけな、なんだっけ。そう、なんか、まああるんですよ。そうなる。階級みたいなやつで、あるんです、少佐っていうのが。そう、MAJ っていうのが、そっから来てる。草薙元子。そうなんや。だから最初のアイコンとか草薙元子で使ったんですけど、そう、その広角機動隊の主人公っていうか、うん、使ったんですけど、そう。でもガンダム好きな女の人多いわな。最近ないっしょ。いや、いる。なあの ミクシーの時、マイミクだったアゲハさんとかもガンダム好きやったな。アゲハさん見てはりますか？アゲハさん知ってる？知りません。いや、ストリップダンサー。へぇー。まだ二十歳ちょっとで。へぇー。見たい。すごい綺麗ね。見たい。どこですか？いろんなとこ回ったんでしょ、だって。いや、日本中回ってるけど、沖縄にも来たけど。いや、住んでんのすぐそこや。あ、もう。あの、エコダに住んでる。ほんまですか？うん。ドイツ人の人と組んでやってる。たまに。ストリップって一回見てみたいんですよね。あ、でもそれはなんかね、地釣りするらしい。高いから僕行ったことないけど、一回沖縄来た時ただでいると思ってるけど、自分で自分をこう緊迫して、え、地釣りって自分で釣るから？そうそう、自分で釣るらしい。それすごいですな。滑車かなんかつけてこうやって、そうそう、言って、新宿のなんとかなんとか。なんとかなんとか。なんとかなんとか。うん、でもガンダムが見ると元気出るとか。ガンダムを縛ったりしてはねえのか。なんだろう。でもガンダムの中でも私が好きなのはシャアだけなんで。別にアムロが好きかって言われたら別に好きじゃないし。あの、ガンダムのそのモビルスーツ自体好きかって言われたら、違うの？シャア様が乗ってるやつは好きみたいな、そんな感じですかね。どうなの？あのキャラが、そう、やっぱり女子はみんな、ガンダム好きの女子は大体みんなね、シャアが好きなんですよね。シャアなの、うん、でもガンダムって一応1970年代、うん、だから20年前でしょ。20年とかじゃない、30年ぐらい。そうですよ、30年以上前よ。そうですよね。だって今年のリアルタイムはゼータガンダムです。ゼータガンダム、次のガンダム、リアルタイムかな、うん、リアルで言うとゼータガンダムの世代なんです。だってラムちゃんでもリアルタイムで見てへんやろ。いや、ラムちゃん見てますよ。小学校だった？再放送やろ。え、ラムちゃん再放送？だって僕高校やったで、ね、ラムちゃんやってる時、ね、うん、あれ再放送なんですか？で、あなたが見たのです。だってアラレちゃんが7時からやって、うん、7時半からラムちゃん、うん、アラレちゃん古いよ。え、おられちゃんでも幼稚園の時でいい？だからその幼稚園ぐらいで、そう、ラムちゃんもそのぐらいですよ。あ、その時見たんだ。うん、見てた。あ、そしたら、あ、まあ、話し合うか。そう、ベルサイユのバラとか。バラな。そう、そんな感じですかね。なんか、エビちゃんにジェンさん書いてくれてる。うん、ファーストガンダム原理主義者の私です。あー、ファーストですね。なるほどね、確かに。ファーストを知らなければ結局ガンダムね、ガンダムが語れないですからね。ガンダムを語るにはファーストを、ね、ランバラルが好き。あー、ランバラルも、そう、男の人はもう絶対ランバラルなんですよ。
大体みんなね、誰が好きって言うとね、ランバラルなんですよね。いや、かっこいいですからね。僕、あの辺から、あ、見なくなっちゃう。漫画はね、ほら、そういうこと。漫画やってたんですか？漫画読んでたんだよ。え？ほら、アニメ？そうじゃなくて、俺、あの、高架機動隊はほら、映画で見たんで、はい、そうじゃなくて、アキラとかを、なんかほら、漫画で読んだりっていう方やったから。実は、アムロ行きますしか知らない人あ、そうなんですか。アムロ行きますだからね、これね。なるほどね。でもそうですよね、ガンダムってほら、ガンプラだけ好きでアニメは見てないとかそういう人もいらっしゃいますね。そうなの？だってガンプラ発祥でしょ。うん、あっちが好きですよね。何が？ガンダムって。あ、そうなの？え、どっち？ガンダム？だって漫画だって、うん、アニメが先だから、漫画は後なんで、うん、でも、あれ、お二人ともガンダム世代ではないですよね。もっと、あれ中小学校ぐらいの時に、銀河ちゃわ、あれ、宇宙戦艦ヤマト。あ、宇宙戦艦ヤマト、じゃじゃじゃん、じゃ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 ん。うん、じゃあ今貸し出すの、ね、運命背負いとかって言ってる、ね、ちょっと待ってくださいね。あの子が降っていた真っ赤なスカーフ、慣れのために降っていたのか。あのエンディングの曲。あ、全然知らない、エンディングは。ダメだと思ってとかね、そんなんありましたよね、うん。ここで降格の話が出るとは、ってありますよ。あ、本当ですか。元子って。元子そのあと、元子あるんですよ、あるんですよ。馬頭さんがね、元子って叫ぶんですよ。そうなの。マックさんがスタッフしていたのですねって。そう、マックさん頑張ってくれてます。で、今日も来てくれてありがとうございます。本当楽しもう。あー、イエーイ。なんだっけこれ、マウス、私マウスないと操作できないんですよね。このマウスダメなんですよ。僕もマウス、自由すぎますよって言われて、はい、大丈夫かって。ならば地球よ、じゃ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 ん、宇宙戦艦ヤマダダ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 、運命背負い今飛んだる、運命背負い今飛び立つ、ダダダダダダ、必ずそこへ帰ってくると、私キー合うんですよ、これ合うの、うん、その変えないでいいんだ、そのままで。そう、変えないでそのまま歌える。だから多分、本当にね、お腹さんが言う少年の声なんでしょうね、私。いいよ、少年の声いいね。ショタコン。ショタコン、ショタコン、ショタコンって違うんじゃないですか。あのジャンケン、ショータコンが好きとかそういうのが違うから。違う。だろう。
ゆりちゃんレコーディング中なんだ。あ、そうそう、あの今日ですか。レコーディングじゃなくてミックスダウン。あれでしょ、ミックスダウン、うん、そう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 。だから選曲してたのね、この間全部入れる、選曲じゃないかな、アルバムの順番選曲してた。あ、順番を選んでたのね。大変ですよ、だって今日金曜日でしょ、あさってまでに CDR 全部焼いて、売れる分だけ作らないといけないのに、まだマスタリングはこれからと。大変忙しい。の中、陽蔵さんは何してるんですかね。陽蔵さんも一緒に行ってはるはず。今日は洗い物役の。洗い物の、そう。そう。あれ、そういえば陽蔵さんってツイッターアカウントって持ってます？あるよ、陽蔵レベル43って。つぶやいて時々、うん、やってあるよ。忘れて。しかもリーダーの方も私、鉄火龍さんな。あ、鉄火龍さん、あ、そっかそっか、鉄火龍さんはフォローしてるな。やばい、陽蔵さんフォローしなかったかもしれない。かわいそう。影薄いで出てこないっていうか、ベランダ、ヨウゾさんはもうヨウゾさんって。ベランダ歌ったらちょっと怒られる、怒られますね。裏歌えないですよね。あの、そう、青い空に飛行機雲がシューってやつや、まあ、ベランダだってあるです、やっぱりここは。主が休み、主がお休みのゆるゆるゆる、そうなんです。あれですよ、今違うんですよ、寝てはる、寝てはる。なんかね、ネタをね、今はね、フルタイミングを考えてる。考えてる、違う、もう全ては決まってる。あ、こんなところにメイさんが、ミュージックビデオマンさん、こんばんは。明日、お待ちしております。はい、業務連絡です。何そんな。ガッチャマンの歌も好き。本当に寝落ちしてるし。あ、ね、あ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、山本さん。そのうち起きはると思うんですよ。ああ、いいね。起きへんわ。起きへんの？起きへん、おかしいよ。キリンが来ても。自由すぎますよ。ありがとう。あ、ガンダムより古い世代って、そうですよね。ありますよね。佐々木さんを聞きたいってよ。から佐々木、佐々木さおさん。マックさんが向かってくれて、きっとわーって裏でやってくれます、はい、中野ジュンズスタジオからお送りしております。はい、今日は歌謡ショー、願い事が叶うならば翼ってこう声がいかない。そう途中で、あ、この音だって気づくんですよ、ね、だからそれからは大丈夫ないでしょ。そうだから、
それはね、そうそうそう困る。探り探りだね。そう、探り探りになっちゃうからね。ね、そこがね、オンチだなってね、すごい思うんですよね。うん、そう、うん。あ、それはオンチじゃない。え？じゃ、歌の、なんか、そこだけ練習したい、そういうやり方だけ。そう。うん、そうそう。オンチの人は、もう、鼻がずっと全部狂ってても、わからないですよな。え、でも狂ってません？狂ってない。全然狂ってない。で、ほら、うろ覚えの曲とかはさ、しゃあないじゃないですか。ね。でもなんか、そうですね。ユーストでやっぱり、音楽に触れる機会がすごい増えたから。そうそう、いっぱい聴いたらね。そう、いっぱい聴いて、やっぱ、ほら、サイトクラブまで始めたりすると、うん、もう本当夢中で見て、あのもうね、あのパソコンの画面も見てるのが楽しいんですもん、私からすると。あれで同じフレーズを100回、うん、200回聞くでしょ、うん、あれやると変わる、分かるんです、うん、覚えちゃうから。そう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 ね、だからもう本当ね、もうサイトクラブもね大好きなんですよ私。でも最近やってくれないんで、そう待ち望んでるんですけど、忙しいでしょ、うん、多分そうだと思うんですよね、本業が。だって大変っすね、あれ、準備から考えたら。じゃあ、1日潰れるだけじゃ済まないんで、多分3日ぐらい潰れてはるんだよ、きっと。もうだって、ツイートするの忘れちゃうんですよ、ずっと見てて。じーって見てて、ずっと聞いてて。好き。もう大好きで。好きですよね。そう。で、またほら、しかも用語も、あの、面白いね、なんか分かんないんですけど、そう、でも、ね、勉強にもなるし、面白いし、そう。とか、なんかそのうち分かったりしてね。そうそうそう、タイムラインの人の、でまたほら、斉藤さん、斉藤さんがさ、全部答えてくれはれ、あの人優しいから、なんだと思うけど、どうやろ。斉藤部長ですよ、斉藤クラブ部長ですよ。部長か。はい、副部長とはね、向井クラブさんで呼ばれてるけど。サイトクラブ部長ですから、ね、大好きですか。これは知ら、これは知らないね。アリスのね、最初のシングルのね、B 面に入ってた。誰も知らない花のようにあなたのた。繋いどかないとずっと、あれ秘密爆弾まで、うん、とりあえずいいんですよ、あの無音5秒がなければ大丈夫。無音5秒って短いよ。ん、無音5秒って短いよね。あ、でもいいのか、こういうのカチャカチャとかな。そう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 、あのほら、ね、FM でほら、なんかちょっとこう空港のなんかどっかのラウンジかなんかからやってるような感じの番組があるじゃないですか。あいつ トークの番組だ、違うかもしれないけど、バーとかさ、レストランからお話ししてますっていうような感じで番組作って、うん、FM を通ってやったかな。 FM ですか。うん、よく聞いたんですけどね。日曜日からそれユーストやってますか。あ、そうですね、全然そういう話じゃなくて、もう本当ラジオ、本当にラジオの番組で、へぇ、はい、いいですよ。あれは音が大変なのな。あ、でもいいですよね、あのラジオ風にできる人いいなって。カフワちゃんもそうだし、あのドラドさんとか、ドラドラジオさんな、そう、ストーさんのタイムラインについてって、はい、ドラドさんにたどり着いたことですよね、最初ドラドさんに出会った時って。
確、確信犯的にやってはるからね、あの人は。ねえ。めちゃくちゃかっこいいやろ。めっちゃかっこいいよ。もあの、エロかっこいいってこういうふうに言うんだろうな、みたいな。うん、って、ちょっと、ちょっとかっこよくすぎるで、ドラゴさんって感じだよね。僕なんか、ちょっと、あの、パクってとか真似して、あのアジトさんとかドラゴさん真似して、モノトーンにしてみたら、結局、あの、僕の部屋なんで、こんなんでしょ。で、カートリー線香でもたくさんない。いや、あれ、豆腐屋さんのね、ユーストいいですよ、あれ。いい、だって、まず音もいいし、あとね、あの、モノクロの背景に合ってるんですよね。感じが出てた。そう、雰囲気がね、合って、三振の音とね、雰囲気が合ってるんですよ。昔の、あの、本当の、なんだ、高校誌、クグ誌の、あの手書きのやつの あの雰囲気がそのまま出てるっていうか。そうですか。うん、これよかった。大体でまあやってる時は結構飲んでるんでね、あの何を喋ってるか全然分かってないんですけど。うん、でもユーストってあれですよね。うん、自分で配信一人でやると、いつの間にかこう時間経ってません。そうなのよ。あっという間に。やばいですよ。あっという間に。え、もうこんな時間みたいな感じになったりしませんか。そうですそうですそうです。朝会、大丈夫かなとか思いながら、最近あんまり寝てないですよ。寝てないっていうか、あの、まあ、遊んでるからね。そうそう、配信始めて、配信でもハマってますよね今ね。あ、ちょっとね、つい。ちょっと楽しくなってますね、配信するの。そう、いや最初なんていうの、ほら、あのカメラじゃなくて。うん、なんか自分撮ったビデオをね、はい、なんかちょっとテストしてみようと思ってパラパラ。まだだってテスト配信って書いてありますよね、あの下のところに。あれいかんよね。テストしてます。テストって書いてる人多いじゃないですか。うん、あ、題名でテストって書いてるのは分かるんですけど、ね、下に、そうそう、あのプロフィール欄もう変えちゃいますよ、もう三振ユーストにしますね。そっか。そう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 。すごいね、素敵な。夜中に配信。恋人よ、僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で君への贈り物探す探すつもりだ。いいえ、あなた、私は、ごめんなさい、むちゃくちゃ、私は欲しいものはないのよ。ただ都会の絵の具に染まらないで帰って、染まらないで帰って。男がさ、だんだん忘れていくんやんね、都会に出てさ、あの田舎に残してきた姉ちゃんのこと、あ忘れよね、最後まで涙拭くハンカチください、な未練持ってくれるような女の子いないよね。女はもう、割とスパッて行きますからね。男の人って結構あれですよね、あ引っ張りますよね。え、覚えてるよ、全部。私だってほとんど忘れてますもん。そんなもんね。直近の恋してるはないですか。直近の彼氏ぐらいですね。恋してないの。最近恋してないですか。恋してますよ。あ、してる。いいじゃない。そう、しかも久々なんです、恋したの。でもこのさ、フライデーナイトにさ、こんなことしてていいの？ん？だって彼氏ここにいるから。あ、彼氏横で、あそこに、まあ、違う。年の離れた愛か、違うんだって。公認ストーカー2号さんなんて気にしないでください。はい、マックさんが今日は手伝ってくれてます。あ、そうだ、マック先生もそんな話見てるんでしょ。ん？彼氏は見てるみたいな。彼氏は見てる？いや、これ配信を。
それあやちゃんだよ。え、あやちゃんとあなたは、あなたは私だって彼氏いないですもん。あ、これ片思いです、片思い。ああ、片思いしてるの今。私は片思い、うん、素晴らしい。でも片思い楽しい。たまに、ああ、会った時がドキドキするでしょ。そう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 、気になるでしょ、あの近くにいるとさ、ずっとなんか気にならない。隣の人に片思いしてないの？山本さんですか？寝てるおっちゃん。もう憧れですね、でも。なんかもう、本当憧れ。だって豆腐屋さんもね。俺か。山本さんファンじゃないですか。じゃあ、いや片思い。ああ。ちゃうか。切ない片思い、これで曲だ。あ、曲、いい曲なんですよ。なんか出てこないですか。ちゃんちゃんちゃんとかす。じゃあ、あ、かほちゃん来た。どなた？かほちゃんね。かほさん、かほさん、神戸のかほさん。かほちゃん来た。かほさん、すみません、うん、僕ね、出席番号いただいたんですけど、うん、メモをなくしてしまいました。なんと、アット豆腐屋さんです。多分200、もうちょっと後やったかな。本当、私401番まで昨日いただきました。もう400ですよ。かほさんすいません。おお、ハクさん168、はいはい。かほちゃん、かほ、今タイムライン出てきたカフは105さんですね。めいちゃん、ユーストを、はい、やってる方でですね、神戸から配信されてる方なんですけど、なんかいいよね。素敵なんですよね、朗読をね、ああされてて、かつ今度何読みなんだよ、音がいい。ああそう、まだね、映像もいいですけどね。いや、まあ素敵。やっぱな、いや、なんせね、被写体ですよ。まあそうですよね、うん、あのね、かわちゃんはね、エクボが可愛いんですよ。あ、そういうとこか。ああ、そっか、そっか、あの配信画面だと見えないんだ。生かわちゃんを見ると、うん、あのね、エクボか、まあめっちゃ可愛い女の子で、かわさんさ、すごい、うん、とてもすごい、とても美人な人でしょ。すっごい美人ですよ。そのなんていうか、こう、ほら、うん、あの好みとかじゃなくて、顔のこの作りからなんか、うん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 、ね、うん、すごい美人さ。背丈とかわからないですけど、うん、小柄な人なような気もするか。私よりちょっと高かったかな、背。お高いんですか。私が低いんですよね。あ、小さいね。小さいだらけ。そうそう、そうなんです。かほさんがですね、ユーストやるとですね、たまにですね、出席番号っていうものがいただけるっていうので、ね、ください、言うたね。はい、私ももらえるタイミングをね、ずっと狙ってたんですけどね、かほちゃんはね、あのね、毎日、ほぼ毎日行くぐらいで配信されてるんですけど、うん、いつ配信されるかっていうのがね、こう、バラバラなんですよね。そう。だからね、こう、かほちゃんのね、アイコンを見つけるのがね、大変でね、郵送こう、ダッシュモード見たときに、あー、かほちゃんやってると思って、パッて言ってね、そう。昨日ちょうどね、そう、かほちゃんの番組で、なんかほら、音が出ない、なんとかって言ったときに、もうトラブルがあっても、ふふふって感じで、なんか、淡々とした、なんか、慌てない感じがいい。慌てない。ゆっくりした感じ。あら、あらって、ごめんなさい。あらって。トフェさん、はじめましてって言われちゃってるよ。いや、はじめましてみたいなもんですよ、だって。そんな、ほら、ちょこっとそのとき、ね、今度ぐらいだ、うん。え、じゃあ、出席番号持ってるらしいんですけど、何番か忘れちゃったそうです。あの、メモをね、なくしてしまいました。トフェさんなんですけど、そう。トフェさん、つぶやいて、僕の出席番号教えてくださいって言ったら、あの出席簿から出てくるかもしれない。そうやね。マックさんが今日はあのスイッチャーやってくれてます、はい、ここのズンズスタジオに今5人人がいるんですな、ね、ここのズンズスタジオには5名の人間、5人の人がいる。1、2、3、4、5、ね、寝てありますよ、それでも、はい、これアリス歌えとか言う。あ、本当リクエスト。あ、お顔拝見するの初めてって。うん、だからどんどんテカってくる。顔ふきふき持ってきたんですけど、ね。あ、本当ですか。ちょっと撮ってきましょうか。いや、いいですいいです。まあ座ってください。うん、ね、いやー、かほちゃん、あれよ。この映像綺麗くない？
ちょっともしかして口あの音声と映像がちょっとずれてるかもしれないけど今はね。そう。もしかしたらずれてるかもしれないけど、そこは気にせずにこの映像綺麗くない？あなたはこのクオリティで輸送されたくない？ギャルでしょ？完全な幸せをあなたにも10月10日太鼓お待ちしております。すごいね。こっちでね。ここで水や雑巾とかティッシュ山盛り、トイレットペーパーでも今事故が起こりましたですね。ニュース速報、ニュース速報、はい、山中さんの交通情報、あちょっとほら、はい、やってあの山中さんのコーラのグラスが倒れまして、3分の2ほど入っていたコーラが今あのカーペットで染み、ちょっとよかった、機材は大丈夫だった。機材は、ね、全然大丈夫よかった。全部カーペットあらどっか行ったの、はい、ちょっとこの処理だけしていきましょうね、はい、じゃあお一人でよろしくお願いします。ちょっとピンに耐える じゃあパークさんごめんなさい、あなたはいらず間のように私の心を引き裂いた、青ざめた心震わせて立ち尽くす一人立ち尽くす残していた傷跡だけがとちょっと事故事件が起こりました。今マックさんがティッシュペーパーをたくさん重ねて、あとあそうでトントンと吸い込んであります。大丈夫でしょう。機械に出なかったんで、ね、よかったですね。そうか、こういうとこはやっぱり吸水性のカーペットじゃないと被害が広がりますね。そうですね。これ、例えばリノリウムの床とかだったらえらいことになりますよね。いろんなところに機材の下に全部回る、ね、あの一つ一つがお高いですよね。お高いですよね。ゆるい感じなんですよね、今日はね。うん、ちょっとあの先週はちょっと激しかったね。ね。先週なんか楽しかったですね。先週は先週で楽しかったですね。はい、今週も今週でやっぱりこのゆるりも。ゆるいですよね。まあゆるす。あの。ちょっといびきが、いやじゃあちょっとこううまいこと、いいマイク、いいマイクで拾わないといけないです。多分入ってるんじゃないですか。ここで一番高いマイクを入れないといけませんよね。あ、ヒヒカーペットでよかったのか。そうなんですよ、うん、ね、あのタイルのカーペットだから、あのよくあのオフィスにある感じの、だからあの広がらなかったみたいです。あ、ね、寝落ちてる人がいてありますよ。そのうち起きはると思うんですけど、もしかしたら朝まで行かれへんかもしれない。ね、あ、ベテランさんすいません、こんなんでちょっと歌ってみました。内合さん。すごいことだ。どうしたん？そう。
しばらくそうやっておかないとね、吸い込みますよ、そうやって淡々と。よく新聞紙に砂巻いたりとか。あ、なんかあのミュージックビデオマンさんが明日ジュンスさんに来はるらしいですよ、うん、業務上疑います。あの 業務連絡さっきさんね。あ、なるほど。起きてるかなって。起きてないですよ。私からの業務連絡です。あ、そうなんです、ね、あのミュージックビデオマンさん、僕ね、あの何したっけ、カルカルってあそこでお目にかかったことがありまして、なんかあの iPad、 なんか神田さんがいて iPad かなとかってやってた時に、あの、あのミュージックビデオマンさんと僕会ったことがあるんです、はい、あ、そうなんですね。 iPad 出た出る前か、あの神田さんが輸入した時に。いいんじゃない、そのいびきの音拾うの、うん、のに置いとかないとやっぱりリアルな感じ、使い感です。あのそうなんですか。あの私も村上さん、ミュージックビデオさんがさ、違ったっけ。ほら、普段はほら、あのツイッター、ね、これだとアカウントだけど、そうそう、アカウントで表示名で読んでるからね。あ、ゆうりたん来てるじゃん、ゆうりたん。ゆうりさん、ゆうりさん、うん、あれ終わったのかな、うん、こちらまだミクシあミクス作業中につき音声オフなんだ、ミュート。あー、イメージするのはどうすればいいですかね。だって、うん、あ、音声オフだから、うん、そう、筆談ケナフしないといけないの。筆談ケナフは得意やで、僕ね。筆談 iPad はちょっとファストフィンガーとか入ってる。あ、これ入ってないかな。ちょっと一回落とします。え、何も入ってない。さすがに。なんかね、やっぱりね、紙がいいんですよ。もうメールの画面でいいかな。ほら、ちっちゃいの、こうやったら、ほら、36ポイントぐらいしないと辛い。調子いいんじゃないよ。なんか、めちゃくちゃいい音なんですけど、これで聞いてたら。そりゃそうですよ。あ、でもあれか、文字がちっちゃいのか、これじゃ。なんとかユーリタンに気づかせたいですね。あなたのこと気づいてますよってことを。タイムラインじゃなくて、音じゃなくて。なんかほら、そう。あ、わかった。え、何？コピー用紙かなんか持ってきて。マジックで買ってもらったんだよ。違う。ね、あ、デジタルの。大宮さん、はい。356番だそうです。356番。あ、ありがとうございます。タトちゃんの。タトさん。あ、よかった。調べていきましょう。ありがとうございました。調べて申し訳ない。すごい良かったですね。ありがとうございます。嬉しい。うん、母だ、本当にいい子ですね。あれ何でしたっけ、これ。バナーでしたっけ、ほら、うん、電話バナー。そう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 、違う。あの、いや、もうこれを出しちゃおうと思ってるんですよ。ん、でもなんか考えてね。ちょっと待ってくださいね。ね、なんかそら、そういう、あ、僕は喋っとけってことやね。そう、そういうこと、そういうこと。じゃあね、まあ、喋るの得意じゃないんですけど、あの、カフワさんありがとうございます。356。356ですね。違う。じゃあちょっと。違う。どうしたらこれいけんだろう。あ、やべ。頑張ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。頑張ってます。
ですよ。よろしく。ちょっと見守っててください、なんかこの人は。優しく見守っててくださいよ。今ちょっとね、いろいろ。あ、まあね、そう。皆さんね、あれですよ、コンピューター、特にそうですけど、iPhone とか。あれ、ユーストのトップから外れてんじゃん。外れたん。それは外れるやろ、なんぼなんでも。いや、違う、あの、おすすめ、おすすめ、ずいぶん後ろに行っちゃったっていう話をしてて。そりゃね、そりゃね。なんでこの時間おかしいな。いや、もうじき3時からトップ。あ、来た。来た。3時ね。3時来るかもね。うん。ね。皆さんね、首には気をつけた方がいいですよ。こうやって下向いてやるでしょ。うん、首痛めてるんでね。なるべくこう高い位置に持った方がいいですね。iPad の操作の仕方がわからない。わ、ね、からないの？ちょっと待って。なんか仕込んでます、この人。心配になっちゃいました。ちょっと。うん、じゃあちょっとね。なんか音的な。そういう時はもう、あれですわ。なんでも弾いたりしますから。私。あ、そうだ。ちょっと。あの、某部長には全然対応できないです。どこの部長ですか？いや、やっぱ某部長ね。ね。あ、音出してなかった。はい、来た。これ映るっしょ。あー、光の加減で映らない。うるさい。うん、これできないんですよ。カメラ、レンズいじらないとダメなんです。そうそうそうです。ねえ。便利ですね。iPad 欲しいな。こう使ってみるとね。でも実際どうなんですかね。実際でもみんななんかあんま使ってないっていう聞くんですよね。どうなんですか。うん、まあそれはほら常に使うもんではないですよ。うん、仕事用の PC とかじゃないから。ああそっか、電話ではないもんね。うん、でもスカイプも使えるよ。あ、スカイプは使えるかもしれないけど、スカイプそっか。一番大きい電話。スカイプ最近全然立ち上げてないな。そうだ。マックさん、マックさん、ここ。ここ？ほら。あれ？まあ、美人一人もいいですけど。美人一人のは、そう。違うと思うんですよ。ん？あ、猫。あれ？
か。あー、そうなんだ。いや、そうなんだ、言わないと。あ、そうか。弾けない、うん、おかしい。一応バイエルまではやったんですけどね、全然弾けないんですよね。そう、両手になった瞬間、うん、ダメになっちゃったんですよね、うん、ってことで、うちのボス寝とります、うん、ね、お疲れっていうかね、もういろんなことをいっぱい考えて、うん、大変なんみたいですよ、はい、うん、続き話したでしょ、うん、でも可愛いですよね、うん、こうやってなんか隣で寝顔を見てると可愛いなって思いますこれズームで撮影していきたいぐらいワイモーカハちゃん、例のやっけん、うん、やっと決断したよ。こっちにしたぜよ。何こっちにしたの、女子にも教えて。それでワイモーのライニンとか、ライニンなんだっけ、どんなメロディーでしたっけ、ライニンって。マクさん、覚えてない？覚えてない。ちょっと、メガワップに行きますね。お、寝顔アップきた。そのレンズ素晴らしい、ボケ見たもの解像度。これはちょっと解像度。絶対に詳しく教えてください。今ね、あれなんです、はい、あ、お休み中、お休み中、うん、これちょっとカメラ違うね。はい、かはちゃん、この方がですね、あの山中さんといいまして、ジュンズアンダーバー JP さんです。iPad カメラついたら買うかな。そうですね、私もそう思う、うん、マークさん、こんばんは。できてるよ。なんかそのこと、はい、めいちゃん、ちょっとちょっとつられた関西弁かわいい。ありがとう。5つの赤い風船、遠い世界に。じゃあ356ページのそれ面白いね。365ページさっきの本だよね。よいしょ、よいしょ、365ページね。365ページの歌、私が知ってるかどうか。さて、356、知らない。ですね、356ページがですね、花、太陽、雨、作詞、岸辺修造さん、作曲、井上、なんて読むんだろう、これ漢字が読めない、歌、ビッグさん。これ、弾けばいいのかな、弾けるかな、これどうって、これだったっけ、どれみファソラシド、どうから、あ、とか、
豆腐屋さんが帰ってきてたら行けるかもしれないけど、メイには無理だな。ごめんなさいよ、メイ音痴だから無理。っていうかピアノ弾けん。そう、今日はあれだね、今日はあれですね、この時間になっても50だね。あ、うんちゃん来たー。ワンオン、さすがの超高画質。今日は顔で触ってごめんなさい。明日早いの。あ、頑張ってー。あんちゃん、応援してるよー。頑張れ。ゆう、頑張れ、うん。僕が寝落ちしそうですから寝てしまうのはもったいない。そうですよ、この後ね、あの、山中さんが起きたら、面白いことがね、待っているかもしれないっていう。素敵な状況です。はい、守る足かがさん、カベジー、ありがとうございます。はい、シナプスさん、 iPhone で撮った画像をすぐ取り込めるんで iPad めっちゃ使えます。あ、テッキーさん、催眠ユースこちらですか。リバーブコーチです。ほとんど裏は黒ですよ。なるほど、なるほど。普通だったら黒ですよね。あ、そうか、あ、こう。ゆずなぎさん、ありがとうございます。もう朝まで起きなさそう。本当にね。多分ね、途中で起きると思うんですけどね。なおさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう。豆腐屋さん、おかえり。本当ね、本当綺麗よね、このソニー。はい、綺麗、あなたやっぱり綺麗ですよ。いや、あのね、カメラとレンズのおかげですから。素材が良くなくて、いや、なんで、山中さんにも言われたんですけど、あの、何、映り映えすると。あ、そうか。あの、なんていうの、元は悪くてもこう映像に乗ると綺麗に映るっていう感じでね、言われて、それいいことなの？いいんだと思いますよ。なんなの？本当。そう、ジュンズさん、そう、今爆睡中。あ、いびきちょっと聞こえない？うっすら聞こえたりするわよ。あ、タクズミワ2000さん、こんばんは。イエーイ。あんちゃん、ちゃーん。明日元気で早く寝なさいよーって。なおさんから聞いとるよ。ていうか、豆腐屋さんなんか足どんどん悪くなってる気がするんですよ。悪くなってないの？良くなってんの、それ。こういう、しっかり、うん、そう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 、豆腐屋さんの足がですね、もうこんな状態なんですわ。はい、こんな短い足を見せしますけど。いやいやいや、これね、あの、ジャーンって落ちた。ジャーンって落ちた。ですね、後十字靭帯と内側、側副靭帯の、第2レベルの損傷なので、少しこれちょっと切れてるところがあるということなんで、こう横にね、金属のこうステイが入って、でかっちり止めてると、まあ、あと1ヶ月ぐらいこれはしとくということですね。随分歩きやすいですこれしてるとね。一応大丈夫みたいな。そうそう、大丈夫大丈夫。もう良くなってるんですよ。よいしょっと。え、だって、あれですよね、ゆうりちゃんの時ももうそう。あ、あのね、8月の第1週目ぐらいの日曜日から、僕8月7日とか6日とかその辺、もう1ヶ月ちょっと。うん。そうそうそう。そんな、まあ、膝、こういうのはね、またほら、あの、年がいくほど治りが遅くなるからね。いやいや、またほら飲んでるしね。そういえば豆腐屋さんあれですね、何ですか今 iPad をホーム画面開いてますけど、ピアノのアプリばっかりじゃない。ここピアノ特集。あ、ここがピアノ特集なんだ、ね、あ、全部ピアノ。いろいろね、あるんですよ。あ、でもそっか、これあれか、これドラムか。これドラム、これドラムだ。どれか分からへんけど、すごい。これだけカメラ？カ
それちょっと余ったとこに入っちゃった。他あ人のなんて言うんですかね、面白いでしょ、面白いですよね、見るとね、あの本棚見るみたいな感じ、うん、人のうちの本棚見るとか楽しい、うん、そう、ね、あのあれなんですよね、女の子だと、うん、あれなんですよ、女の子の化粧ポーチ、あと化粧をしていく姿、さっきまで郵送出るまですっぴんだったんですよ、すっぴんで仕事をしてたんですけど、してる感じなんですけど、これ始まる前に裏で化粧してて、その時にあのうちのズンズン、パブのママの須藤さんにですね、ガン見されてですね、うん、人の化粧を見るのが好きって言われて、私も好きって思って、そう、なるほど、ね、面白いですよね、特に化粧の濃い人ほどあのその塗ったぐっていく工程っていうのがね、すっごい、どんだけ化粧品出てくるんだよみたいな感じで、毎日さ、うん、その造形っていうか彫刻とお絵描きとやってるわけですよ、そう、ね、あれはすごいですよ、例えばほら、あなたそんなに塗ってないの、ま、私化粧を5分ぐらいするんだよ、5分ですよ、ね、あのファンデーションとちょっとだけみたいな、そうでも ここはこのあまつげがそうつけてるだけ、つけまつげつけてるだけなんですよ、これだって普段はしてないですから、ユーストとかやるようになって、うんうんうん、やるようになっていうか舞台化粧はね、そんなもんでつけてるだけで、普段はほぼすっぴんです、はい、いい、いや、その方が肌にいいだってね、あ、違うんです、でもそうなの、あのね、やっぱあの会社なんだろうな、会社一、うん、まあ、うん、休職してたんですけど、3ヶ月ぐらい、うん、その時ずっとすっぴんだったんですね、うん、その前ってやっぱ毎日やっぱ一応ファンデーションぐらい塗ってたんですよね、はいはいはい、したらあの数ヶ月すっぴんでいたらね、肌荒れ起こしちゃって、何かって思ったらあれなんですよ、あの化粧品ってまあまあ悪いものも入ってるだろうけど、美容液成分が結構入ってるんですよ、だからそのあれだ、メイクしないだけじゃなくて何もしなくなったんですね、そう、全く何もお手入れをしなくなった、毎日さ、そうやってほら化粧水つけてクリーム塗ってってカバーしてたのに、あのいきなり外界にさらしてしまったわけだ、肌を、うん、それを数ヶ月やったら肌荒れ起こしちゃってそう、あらあら、で今肌ボロボロなんですけど、ボロボロなの、今ボロボロですね、へ、うん、で、そう最近だ、ちょっと化粧しなきゃなって思って、化粧しない、化粧じゃなくてほら、もともとの、その、なんでしょう、基礎化粧をすればいいじゃないの、でも私あんまり、あれですよ、うん、なんだっけ、乳液とか美容液とか全然しない、化粧水ぐらいしかない、ああそうかそうか、まあバシャバシャ、うん、やります、うん、何これこれね、お高いんでしょ、これはフリーだったじゃないですかね、これでもこれ光って見えないんですよね、見えない、ね、ね、そうこれマット、今日アプリ紹介が、あのアプリ紹介の iPhone マスターは今日いらっしゃってないので、アプリ紹介ができないんですよ ね、 あの、うん、想像で、うん、想像でお願いします、はい、なんだっけな、うん、なになになに、タイムライン見てなかった、ごめんなさい、見てマックさんこんばんは、写真よろしくお願いします、ちょっと BGM やってるから、そうマックさんの、そうマックさんは写真いっぱい撮ってるはずなんで、私も見たことないですよね、マックさんなんだ、秘蔵の、だからほら秘蔵にしてるっていうところがね、あれじゃない、ちょっと人には見せられないような、あのアングルの写真が多いとか、ことすいません失礼しました、すごい、あやちゃんこんばんはこんばんはこんばんはってみんな来てるよ、あ、トウフェさんって、うん、救急車に乗って機械の体をもらいに行こうソニーの兄、あの新しいやつ、ですね、ソニーの、あ、してるか、うん、そうかそうかそうか、あ、マックさんが教えてくれて、はい、そう、あの今日ですね、はい、それ2台使ってやってます、でもカメラ自体はね、ものすごいいっぱいあるんですよ、スイ
ッチャーを変えればいっぱいあるんでですね、はい、今生きてるカメラじゃあポンポンじゃあ出してってもらってもいいですか、はい、これもこれ上からクレーンでやってるカメラでピアノもしあの豆腐屋さんがこう弾こうとしたら映そうと思ったカメラですね。他にもありますね。はい。あとは、はい、どんなアングルの？これです。はい、これですね。これがあのカメラか。ですね。はい、どうも。そっちのクレーンから、クレーンですね。のカメラから、はい、映してます。感じでクレーンがですね、3台かな実際使われてるのがありますね、はいはい、下が2台でプラス、生きてないのも生きてないのもいっぱいあって ねことから見せたらもうねもうカメラもでもチャリあるみたいなどんだけカメラみたいなぐらいでカメラのレンズがわーって並んでるんですねこの辺とかね、うん、そうなんです、はい、もうね秋葉のどんな店よりもねよっぽど機材ありますここは本当に機材の宝庫です、はい、びっくりします。今整理一生懸命してるんですよ私してる片付けすぎてるんだ、ね、整理してるんですけどねそう追いつかないでしょうん追いつかないっていうかね、もうね、本当 ね、お宝物がいっぱい出てくるっていうかね、もう扱いもなんかこう悪くなってきてるんですよ、私は。すごいね、ジュンズさんのスタジオ、本当ね、お宝の宝庫ですよ。あの、カハジャンみたいなメカ好きがね、来たらね、多分ね、びっくりすると思うよ、本当。何これみたいな感じでね私も何が何だか分からないものがねもうぶわーってある誰に使うのこれ、ま、そうもともとほらあのジュンズさんってあのパソコン屋さんじゃないですかそうですよパソコンだから、うん、ここ自体はまだね、うん、そうパソコンを向こうで作るお部屋があってでここがスタジオになってるんですねでそう私パン、うん、パンちょっとごめんねうるさかったねごめんなさい、うん、この間、はい、初めてパソコンを生まれて初めて作ったんですね、うん、あ組んだん組み上げたのそうやったそう教えてもらいながらですよもちろんそれがなんと、うん、ユーストドン作った作っちゃったあれさ結構小さい業態だからさ、うん、ちょっと大変だったよねそうちっちゃくてでも中にそういろんなの詰め込んでるんですよあのマザーボードが、うんITX ホームファクターのあれでね、うん、であの無線LANとかも持ってるんだねあれねそうなんです、ねはい初のパソコン作成ですね、うんが、なんとユーストどんだけユーストに縁があるかってね、びっくりしたぐらいで。そういや、それは羨ましいね。受注の PC の中でも、あなたそれ何、お客様に納品するのを作ったの？いや、もちろんあのプロの、あ、それもそうだけど、方が一緒に作りながら、ねはい、ほら、一応はその家庭に携わったんだ。もちろんそうですよ。で、そう、うん、はい、そんな感じで、ね、はい、ユース丼作っちゃったよ、はい、しかも一発で起動したんですよ嬉しいねもうね、感動してねもう感動あれもうね、ガンプラよりもねプラよりなもうパソコン作るのも楽しくてあれドキドキするの最初、電源入れた時そう、なんかね、一発で立ち上がるのってなかなかないよって言われてないで緊張してたんですよね。したら一発で立ち上がって、そうまずね、と思ってあれですよ、そのビデオカード、まあのなんだろうコネクタをね忘れてるとかっていうのもあるけど、まあ、接触とかね、そうビデオカードの相性がとかさ、そういうのとかねあったりすると思うんですけど、一発で来たんですよこれがまた。
もう嬉しくて嬉しくて。作った、やった。そう、あれ一回ね、一から作るとね、分かるの、仕組みが分かるし、なんか2、3回作ればもう覚えられて、ね、他のパソコンも全部作れるようになるよって言われて、うん、そうそう、だから次パソコン自分で買わずに、うん、自分で作ろうかなって思っちゃうほどね、うん、でも実際のところ作った方が高くつきそうだなって思いますよね、うん、そうなの、うん、ね、よく雑誌、あのコンビニとかでほら自作で安く作れるとか出てるけど、いやだったのよ、一時期は。結局そう、物自体が相性、円高とか、なんかそういうというより、あのほらそのなんていうの、部品調達とか、うん、なんとかっていうのを、ね、相性もあったりとかやってるから、そう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 、あとなんか、まあ、できることがいいんだけれど、やっぱりだから安く切っちゃうね、うん、でもなんかの方が安いから、うん、普通に単に使うだけだったらね、うん、そう、あのね、大手メーカーの使った方がいいけど、やっぱでもね、一回作ると、そう、作るとね、そう、自分のパソコンは自分の作ったものにしたいなってね、うん、思ったりしちゃったんですよね、うん、感動だった、感動。ちょっとさ、ほら、余ってるって言ったら、余ってる部品でさ、ないそんなのないですよ、だってもう受注してからの生産ですから。そうだな、はい、ほらテスト用のやつとか、あなたに1台だけの、はい、完全な幸せをお届けするのがジュンズです、はい、ね、すごいからね、いやほら、でもね、すごい、本当今日ずっと、うん、昨日ことというかほら、はい、やってたあのモンスター980X、はいはい、ね、一番あのインテルで今民生の高い CPU、 あれかなり安くなったんですよ、はい、もうね10万円切っていくらかかんないですけど、あれよ、スーパーコンよ、昔の、一昔の、昔だったらだってこの部屋ぐらいの大きさだったんじゃない、うんうん、そうそうそう、ですよね、ぐらいの大きさが、なんと今だったらもう、そう、普通に売ってる、この、これに普通に売ってるタワーに、タワーに入るんだもん終わりっていうね、ね、本当時代は変わりましたね。変わりました、ね、だってそれってあれですよね、20年経たないですもんね。いや全然、もっともっと短い話よ、うん、すごい短い話で、本当インターネットとかパソコンっていうんですかね、うん、にまあ限らずですけど、だってこのユーストリームだってさ、ね、うん、ちょっと少し前のね、うん、あの性能の PC だったらね、見れないし、ないほら、複数ニューストラップさんの、うん、あのマルチなんてさ、うん、出ないからな、うん、困っちゃうもんね、あれはね、確かに、だから標準的に結構な人が見れるってことは、うん、あれだけ性能がいいのが出てる、ね、配信できるし自分で、うん、で皆さんもそのためにパソコンを買うとかね、ね、いうのがやっぱ出てきてるんですよね、だで、それであれよ、ね、高性能の、あの、うん、目的が変わるじゃん、そうなんですよね、あの言ったらさ、うん、メールとブラウザーだけって一時言ったけど、うん、あんなネットブックみたいなんじゃさ、落ち着かないから、うん、いいのがこれから出ますよ、ネットブックじゃやっぱね、こんだけクオリティの高いものって見たいと思ってもね、うん、見れなくなってきて、ね、だからテレビだけっていう人はもうどん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 もうね、さようならしていく感じでしょうね、あの、ね、そう、さっきエビちゃん、エビちゃん、両方見れるっていう状況がね、エビちゃん2003が、うん、これはすごいって書いてあった、さっきね、どっかに、うん、これこそって、うん、はい、このクオリティ、このクオリティで、このゆるさ、はい、はい、このゆるさ、そしていびきの音、あのハイファイでいびきを取る技術、はい、ね、すごい臨場感、臨場感、この臨場感がいいんですよ、このね、だだ漏れてるわけじゃないんですよ、これはね、かなりね、これちゃんと番組ですからね、これ前振りですか、あ、そうか、そうか、うん、これ前振りなの、いやいや、これがあれじゃない、メインのそのテーマじゃないのどっちかっていうと、こういうのが言ってたやつそうなるほど、神田さんも来ました、神田さん、どうも、今週火曜日のタイムにギターでお邪魔させていただきたいな、ペタノイブ、え、本当ですか、7
ちゃいなさいよ。え、いつでも今どこにいてはるんですか、お待ちしてますよ神田さん。あの、いや今度って言ってらっしゃるんで今日は多分無理だと思うんですけど、神田さん、じゃあ、金曜日の21時頃からなんですけど、実際現場的には来れる時ありましたらメインにぜひ、メンションでもいいですし DM でもいいですし送っていただければお待ちしております。はい、お待ち申し上げる。キリ、あ、すいません、はい、神田さん恵比寿でお会いしたものです。豆腐屋さんです。はい、今日のゲストです。ゲストですか、はい、ゲストか、もう準レギュでいいか、やめて、準レギュで、いやいや、そういう意味じゃなくて、はい、なんかレギュラーになりますか、じゃあちょっと飲んで、やめてやめて飲みに来たんで、僕ははい、本日はずずず、はい、GGG ストリームや、今日ん GGGG ストリーム GGG ストリームジュンズさんのいびき、いびき笑い、ね、もっとリバーブ聞かせた方がいい。ただいま山中市の睡眠時無呼吸症検査ユースト配信そう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 、やばい、やばい、ピンクに染まってきたよ、来たよピンク、ピンク、ピンクの気配が来た、ね、今日もソフトバンクで100パンスマイル、スマイルお疲れ様でーすって、はい、神田さん素敵で、あ、神田さん、そうです、あれですよ、カッハさんのやついらっしゃいますよね、あの東京タワーか、もしくはなんだっけ、カッハさんはラジオのやつ、カッハさんは、うん、東京にはメインは何にしに来はるの、ここ以外の目的は、あ、ラジオ出演、ラジオ出演され、東京タワーから配信のラジオ出演だったかな、それで東京オフ会もあって、で、誘っ、昨日ユースト上で誘って、その10日ですね、10月10日体育の日、はい、カッハさん元体育の日、元体育、今年は、今年わかんない、わかんないけど、10月10日、10月10日にジュンズスタジオでカッハちゃんをもうね、ジュンズ、ストリームカーボーイズたちが全員揃って、あなた集合かけてたね今日、はい、カハちゃんを iTunes とか Amazon とかにもバーンと一気にドーンと出します。はい、はい、あのカフワさん狙いのカメラだけで、うん、5、6台は用意されるでしょう。もうそりゃそうですよ、ね、もう音声もストーさんが入りますからね、はい、でカメラ中尾さん、カメラ中尾さん、はい、怖い怖い、でもう入れるのは島田さん、でプロデューサー、はい、いびきさんはい、アシスタント私そんな感じのメンバーで、はい、すごいね、バーンドーンとやっちゃいますから、はい、もしあの10月10日ね、いらっしゃ、こう見たいっていう方だったら本当ね、外からも見れますし、なんかもし入れる余裕があれば入ってみていただいても、もしかしたら大丈夫かもしれない、ちょっとその時のね、はい、状況に、その時の状況によると思いますけどね、機材で足の踏み場がきっとなくなるでしょう、もう本格的なレコーディングをするので、はい、レコーディングしちゃいます、はい、なのでちょっと状況的に中に入れるかって言ったら入れないかもしれないですけど、あ、それは無理でしょう、だってじゃあ、うん、島田さんが多分ね、全部レコーディングの機材を持ってきてくれると思うので、それで須藤さんが全部音をやってくれるはずなので、そう、もうカフワちゃん、あなた Amazon でも iTunes でももう動画も写真もガオとかだけ、ガオってきたよ、起きるのかな、カフワちゃんにガオよ行っちゃうよ、はい、楽しみにして、あの神戸からね東京に来てくださればと思います、はい、ね、ごめんなさい、あれ音声途切れ途切れ、本当ですか、あれマジですか、配信で録音していただきたい、ごめんなさい、どういうこと、どうなんでしょう、こちら側の…さん、ちょっとつぶやけます、何を、あ、待って、
うん、うわー神田さんいた楽しみ、うん、みんな神田さんこんばん、神田まなおはジュンさんのいびき笑う、いや音声大丈夫だよ、ほらあの神田さんの環境もあるかもしれない、神田さんの環境的にあれなんですよね、お忙しいから iPad とか iPhone とかそんな感じで見てるのかな、神田さんの場合はあれですよ、あの PC とあれよ、あのポケファイじゃないけどああいうのかもしれない、移動中が外だったら、ああどうだろう、 iPad じゃないかな、近くな、うちの回線状況が不安なのでということです、ああなるほど、なんとそうか、マクさん落とせます、ああでも落とすってなると一回食べないといけなくなっちゃうんだよな、あのちょっと、うん、プロデューサーがディレクターが今あのプロ山プロが今爆睡中なのに、ね、非稼働状態なので、あまあ、ママーないかもしれない、香りママ、ほらいろいろほら香りママ他にも見てはる人もあるじゃん、神田さん、神田さんがなんかね聞こえないって言っててちょっと落としてもらえませんかって言って一回落とさないといけないといいですよね、そしたらねプロデューサーね、そう、落とせないから、うん、これでしょ、いいじゃ、しょうがないんじゃないの、うん、ね、いる、うん、ね、そうなんです、ごめんなさい、VG10 使ってるっていうのを誰かつぶやいてください、VG10 使って今クオリティ重視なんで神田さん、ごめんなさい、落とせないんです、ごめんなさい、ごめんなさいと申し上げる、と申し上げる、きりあのソニーの VG10 を2台使って、数日前に出たばかりのね、はい、もう、買えないらしいですよ、あーもう、うん、いや、もう買えないんだって、もう全部売り切れだって、できっと今あれじゃないですか、そのファーストユーザーのあのいろいろ待ってるんじゃない、ソニーさんとしても、いやもうあれはこれは出せないだろうって山中さんが言ってました、本当、うん、イエーイ、うん、これはもう多分出ないと思って出しちゃったから、うん、もうこれで終了だろうって言ってて、だから変えた人ラッキーじゃないですかっていう話をしてて、うん、そう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 、とりあえず立腹してきていいですか、マークさん、どうする、展開しよう、これを、ね、パス、お、それ無茶ぶりもいいとこじゃん無茶ぶりされた、無茶ぶり、どうぞどうぞどうぞ、ぜひどうぞ、ね、頭や無茶ぶりされました、僕ね、今日ね、あれなん、あの、あれなんですって、られる山中さんのフォークを聞きに来たんですけどね、自分も外から見ようと思ってたんですけど、ね、いびきを、いや、それ素敵ないびきね聞きにね、楽しい、面白いですね、あ、ちょっと今、あれですね、あの静かな感じになりましたね、はい、ね、何をあれしましょう、ね、なんかね、ほらほな、ほなこんなん、なんかしませんでした、あのお友達のうちとかであの誰かギター持ってるとこ行ってわーわーとか、こんな感じですよね、これね、ちょっといろいろもう外し、暑いんです、これ蒸れないんです、歩かなければね、いいんです、大丈夫です、あのね、こんなん、どっちのカラー、あ、今、あれです、こんなん、こんなんなってます、これね、保険聞かない、聞くんですけど、はい、一旦払うのはね、これで、ね、23,000円、保険適用で、いやいや、その元が、はいはいはい、で、後から返ってくるんですよ、はい、で、その、この自体の値段プラス、ほら装着するとき、あの汗測ったりとか、はい、体に合わせてっていうのを、なんかそういう技術料が入って、23,000円、これをあの国民健康保険に申請すると返ってくるんですけど、ね、ね、
あなたはあなたはもう忘れたかしら、赤い手拭いマフラーにして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも何私が待たされたですよね。洗い髪が芯まで冷えて、小さな聖剣カタカタ鳴った、あなたは私の体を抱いて、冷たい熱で言ったのよ、バカか4つ目やから、多分これが中学 2,3 年とかですね。ですよね、はい、そうですよね。僕多分これはまだ小学生だったんですよ。あ、1973年らしいですね、出たのはね。うん、やっぱりそうです ね、ジフですか、うん、うん、こんなもありますやん、ね、君の笑顔の向こうにある悲しみは僕の届かないところに、二人で歩いてきた道なのになんて寂しい、古いことは捨てて、この胸でおやすみ。あ、起こしちゃった。グッドモーニング。ボスが起きた。何時までやってるかって、マスさんが。朝までです。今から行っていいかって。どうぞって分かりません。僕がどうぞ言う立場じゃないんですけど、夜が明けるまではやってますよ、きっと。と思います。と思うんですけど、どうなんでしょうか。やるでしょうね。ね、今20、うわっ、え、神田さんが、うん、来てきて、来てきて、そう、一緒にやりたくなったって。あ、全然。南アフリカダンス。まだ夢見てる、まだ夢見てる。ちょっと寝てる場合じゃない、カホちゃんも来てくれてるんですよ。え、誰？カホちゃん。カホちゃん、タイムライン。カホちゃんも来てくれてる。カホちゃんちゃんと挨拶して。どうも、昨日はありがとうございました。10月10日、いろいろと計画練っておりますので、一度は企画作ったらご相談いたしますので、よろしくご検討のほどお願いいたします。うわ、すごい。寝起きでこれだけ、営業入っとるわ。寝起きでこれだけお話できる方。それだけ営業できたら十分だわ。すごい。さすが。さすがうちのヤマピーですね。ヤマピー寝てる場合じゃないよ。ヤマヤマさん、なんか夢見ました今。うん、何の夢見てました。なんかそんな夢見たところに忘れてしまった。なに返して、ね、返して。多分ね、むっちゃ幸せな夢見てたと思うよ。ほんと、感じのね、ちょっと待って、寝顔やったもん。カメラのアングル変えます。
いい？うん、今とりあえず。知れところ旅情旅情いいよな、やっぱ楽器できるって。できるやん、あんたもいやいやカラクイはなんだカラクイを、そうもうネットで買おうと思ってるんですけど、そうそうそういいでしょ、はい、いいや買っとこか、追加忘れちゃって買っとこか、いや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 、いい、大丈夫っす。あれ選びたいんです私、神田さん、エレキしかないのですが、そちらにアンプありますかって。え、ある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 、ギターアンプよ。うん、ギターアンプだってギター裏にいっぱい転がってるもん。エレキもあるもんね、そういっぱいある。山中さん、山中さん、あのね、何でもある、あの神田さん本当来るって、神田さん何でもありますって。エレキしかないですが、そちらにアンプありますかって。 ありますか、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつだったらありますって、うん、ぜひ、ね、ちっちゃいやつでもす、あのそのアンプを拾うマイクが素敵なマイクと、うん、ですから、ありますって、もしよければ、もしあの必要だったらエフェクターもお持ちくださいませ、うんうん、え、なに、レイさんが山中さんに膝枕って絵が見たい。あ、そうや、いや山中さんね、どうやってて、私の膝枕痛いけど、どうですか、硬いね、はい、どうですかこの絵は。いかがでしょうか。よしよしです、よしよしです。人、一人で小僧がさん、ドキドキするわ。あれですよ ねこれ朝方にテンションが上がるパターンになるんじゃないですか、いいじゃないの、いやあの音楽的にも好きな、ね、そうや、じゃあ何だっけ、あビートルズあれなのか、えビートルズいいんだよ、配信で、いやビートルズがダメっていうのは、うん、許可を得ないでやった時にすっごい大変なわけで、ユー、うん、ストリームは包括契約しているから、うん、あれやんね、申請、著作権、いや申請っていうか報告、事後報告でいいから、で、ジャスラックで見たら全部あれですよ、ほとんど全部配信とか、あの著作権の作詞作曲とかは J、ね、J マークになってて大丈夫、大丈夫、そうだ、じゃあ神田さん来る前に1曲やっちゃいましょう、ギターを鳴らしてビートルズクラスが来る、腰に手ぬぐいぶら下げて、学生服に染み込んだ男の匂いがやってくる、ああ夢よ良き友よ、俺は今でもこの街に住んで、あれと同じあの星見つめ
すごい、すごいね、面白い。ページめくるたんびに出てきますね。了解、たくりますってたくりはすごいね。あれ神田さん、あれですよね、目黒だったっけ、ね、だからその後、向かいが迎えに来てくれた。ああ、すごいじゃないですか。そんな人がいらっしゃるんですか。いました、すごい。あ、神田さんにあれだ、あのピピってあれじゃない、通信が行ったんでしょ。ああすごい、あの足提供しますって。さすが神田さん。はい、中野にはあれですよ、インディンタクシーっていうのが走ってですね、早めに予約すると1000円でこう行けるっていうタクシーがあって。何それ、実は、はい、インディーさん、インディーさんっていう方がいらっしゃる。あ、そうや、人が、あ、そうか、あのそういうお友達。そうです、はい。時にはお、起きた神田さんね、あと45分以内に来るって。神田さん、どこに、東京どこに引っ越してたの。神田さん今目黒のはず。あ、すごい、近いやん。近いよ、うん、ね、あの、あれですよね、40、あ、45分は準備も入れてですよね。だって車自体はすごい速い。ちょっとアンプ、アンプじゃあ、はい、台所に、そうですよ、台所にいっぱい、はい、あります。で、このか、このマイクどうしたの。え、あー、あー、ごめんなさい、ごめんなさい、よそって、すいません。マキさん、素晴らしい。すごい、迎えに来てくれる人がいまして、すごい、ほんとすごい、ほんとすごい、さすが神田さんよ、うん、っていうか、ユーストリームってやっぱすごいですね、ほんと。こうやってタイムライン上で、ほら、行くって言ったら、じゃあ僕、あの送迎しますっていう人が、ね、リアルに出てくるっていうのが、ね、起きて見てはった人が、だって今3時前だよ、中野。いや、それ俺だったんだよ。車出しますって4時ごろ。え、あの、おっさんとの時。あー、あの、iPhone 4の時ですね。はい、はい、ね。もうね、やっぱユーストリームってやっぱね、すごいと思う、本当そういう面でも。うん。やっぱ感動。うん。ほら、田辺さんから、東平さんレギュラーですよって来てるよ。ほ、うん、まあ、いやいや、うん、おー、ん、シホストさん、シホスフフさん、シホスフさん行くんですね、素晴らしい、本当ですね、素晴らしいですよね。さんは、あれだ、そうだ、神田さんを見てはったんだ。もう3時前か、そうよ、まだまだ宵の口じゃなくて、まあ夜真っ只中、だってまだちょうど半分ですね、これ。あ、そう、見えないかもしれないけどね、ちょうど半分ぐらい、うん、いい感じで。でもこれ飲んでるのは私と豆腐屋さんと、あの、あ、うちの香りママぐらい。香りママもいっぱいしか、いや、香りママあ、そんな案外飲んで、香りママ飲まなくていいの。ヒエピタ様、うん、お顔見せてください。ケンケンお目覚め。そうです。今アンプ取りに行ってます。はい。もう3時前か。そうですよ。2時54分。はい。もう5分になるかな。うん。そんな感じですね。うん。皆さんね、いい金曜日を、するますかね。うん。いい金曜日っていいよね。いい。やっぱり、サンクガット、イッツフライデーやからな。うん。TGIF 言わなかった昔、しばらく前に、え、金曜日って言ったら決戦よ。あ、決戦は金曜日やな、この夜へ。ね、あの、本当にあの、このたくさんの楽譜はどこ行ったの。ん、あれ、片付けちゃったの。多分ね、あっちにあるんですけどね、そう、分かんなくなっちゃって。どんどん待ち遠しくなる、ありふれた。あ、そう、続きは、続きは、遅れた地下鉄が学信へ乗り込む、弁当の準備はぬかりない、
その手を離さない。あの人吉田美和さんってすごいやっぱりいい声よね。いい声。あのね、うん、口もほらこの辺全部楽器じゃない。あのでかい口。うん、そう。あれがね羨ましい。私口小さいんで。そうあれよあの、うん、まなほさんがのあれこれ声と表現のって。そう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 。とにかくねラッパーだからこれは。そう。ああ口の中でもう口の中でこうね。そうここをもっと広く広く広くして口を大きくしないとちゃんとした音っていうのが声っていうのが出ない一番わかりやすいんじゃないですかね、うん、あくびするみたいな感じ、うん、わーってそのままほらだって上向かない方がいいよ上向いたらちょっと喉詰まるからさそうちょっと下このぐらいがいいんですよね確かね、背筋普通にまあ伸ばして背筋伸ばして普通に伸ばしてでも硬い方緩めてでもあれなんですよねこの台に台かなんかあったらこうした時にああが一番喉が通るっておっしゃってましたよねそうかそうかそうか、うん、そうだからカラオケでその今あのトルネード合唱団 の練習曲、うん、フレンズを練習してあれ言っていいんですかフレンズっていいよいいでしょういいまあ歌っちゃダメなんですよねまだねあれ練習してるした時にですねそう、うん、こうあのパソコンを持ち込んで あれなんですよなんだその発声練習してるユーストを見ながらこう声を出してみたりとかしたんですよね、うん、そしたら今まで以上に出た大きい声って、ね、出るんですよ出たんですよねやっぱちゃんと口をあーって開いて姿勢よくしておっしゃってた通りにやったらもうさっきの山中さんのね数時間前の発狂じゃないけどああいう大きな声がああぐらいしか出ない人がああってねそう出るから、ね、今ちょっとびっくりさせちゃったかもしれないけどそんな声が本当に出るんですよね、うん、あれは感動っていうか自分が体がそんなね楽器になるんだって、うん、そうあと恥ずかしいって気持ちを持っちゃいけないんだなってこうああまあそうなるべくね歌うっていうのもねあそうそう私音痴だからやっぱり歌いたくこういうのも、ね、そうそうちょっと最初うーんって思ってたんですけどかえってね、うん、間違ってもいいからと思って、うん、大きい声で歌った方が聴く人にはね、うん、いい印象をもらうよ、うん、あそうなんですか、うん、でほら頼りなくさ、うん、あの自信なげに歌ってるよりもほら間違っててもほらよくほら、うんのど自慢でもさ、どんどんとむちゃくちゃ歌ってるすぎやあれでいいわけですよ姿見るとやっぱこっちも笑顔になったりとかね、ありますよねそういやこう今歌詞間違えたよとか突っ込みたくなっても、うん、いいのもうその自分がその突っ込みたくなるところでこう笑えてるっていうこの瞬間がねヒヤヒヤしながらとか、うん、おどおどしながら歌ってると、うん、なんか聞こえないしねそもそもあってに聞こえないし、うん、何歌ってんのって余計、うん悪い印象になるからそうだからね、した方がいいらしいですよ本当あの団長のユーストはね、うん、本当にあのためになって、ね、だから私今まだ団長の教えを受けてませんがあのユーストでそう見てやってみようと思ってやってこの場所でもなんだろう声を張って歌おうっていう気持ちになって、うん、なるべくその時ね、うん、力入れないようにしながら声出したらね綺麗な声が出ますねびっくりしたしかも確かに今まで自分が例えばあの iPhone で録音してみたんですね
その自分の声を、はいはい、普通歌ってる歌、あ、歌ってる感じと、そのユースを見て声を出すようになって歌った時の感じと全く違う声でびっくりして、そうそう、録音するとさ、うん、僕ね本当に自分の声が、うん、自分ほら録音したのとかで聞くとね、はい、嫌でしょうがないの未だに。豆腐屋さんの声いい声ですよ。で、ね、多分なんかイメージあるでしょ、うん、自分の気持ちと違うんだよな。確かに、うん、私もだって自分の声コンプレックス持ってるんで、だから自分が思うほど人はね、そんなに思ってないから、そう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 、大丈夫なんです。そう思ったらもう、もういいのいいのもう。自分が気持ちよく歌えばいいかなみたいな感じで、そう、そう、うん、ね、あー、神田さん、うち出ました。でもすごい、もう本当、なんだもう神田さん、本当行動力。ワイン持っていきますって。本当ですか、ワインまで持ってきてくれるんですか、マジですか。ここあれですよ、本当ね。ワイン、いいですね。今ね。スナック的な感じですよ、ここ。大丈夫ですかね。あ、出ました。うん、VG 店配信というのに惹かれて見に来ました。はい、こちら VG 店です。はい。誰も映さないけどね。今2台、クレーンが2台。クレーン、はい、ドリー付きの、しかもその車が1台買えるぐらいのクレーンに、はい、に向こう足がね、1台ついてるんですね。でこちら三脚。定点が1脚ある感じなんですね。ね、はい、今多分マックさんが、クレーンの方に、はい、変えてくれると思います。はい、クレーン来た。はい、こちらも VG 店。でそして、はい、あの三脚の方が。定点の方ですね。はい、こちら。そしてあのリファレンス用に何か、はい、いわゆる DV カメラは、はい、普通の DV カムが、まあ何でもなんか。ご紹介用で全然構わないので、ね、うん、どれかな、どれが来るかな、これが来るかな、お、はい、はい、こちらもクレーン1台ですね。全部でクレーン3台あるんですね。はい、すごいとこや、はい、という感じですよ、画質が、はい、カメラでいうと今つながってるのでいうと、あとこれが行く、真ん中センター、あと真ん中センターのやつが、はい、豆腐屋さんが3時台ピアノやるので、ピアノできるので、ピアノを弾くように動かしてみたり、弾く時のため用に一応ピアノのカメラも設置してあります。はい、こんな感じです。はい、うん、今までのあれですよね、ジュンズスタジオの配信がこの、はい、の DV カムですよね、うん、確かね、うん、これが、うん、そう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 、さっきのピアノのやつが通常の例えば、ユースト2デイとか、そういったものに使われてるやつで、今回使ってるのが、今、そうですね、今ピアノのやつが出てると思うんです。これがユースト2デイとかで使われてるカメラでございますわね。はい。これもクレーンからのカメラです。はい。こんな感じで。今マックさんがスイッチャーでやってくれてます。マックアット MACABC さんですね。はい、マック ABC さんがスイッチャーでやってくれてます、ね、はい、といった感じで、今ユーストゥデイはこういったカメラを使ってますね、うん、で、はい、あ、今ですね、 VG 店配信というのに惹かれて、はい、VG 店の方がこちら来てしまったらしいよ、うん、来てしまいはった、はい、VG 店がこちらですね、はい、今カメラこれで、ね、うん、はい、ね、これともう1台クレーンの方が2台あるような形で、そう、はい、来た、はい、こちらですね、こんな感じで、これもこれが、これはクレーンについてる VG 店になります。で配信をさせていただいておりますと、ね、はい、中野、はい、東京都中野区、中野駅徒歩5分大久保通り沿い、はい、大久保通り沿いの中野ジュンズスタジオからお送りしております。お疲れです。でもしてるんですね、すごい、はい、本分厚いって書いてあるんですけど、本分厚いって、あ、これですよ、これね、でもよく考えたら表紙見たら、うん、これね、
いいみたい。それをちゃんとやってはるみたい。自由国民社発行セメントフォーク大全集ってセメントだし。セメントフォーク、あもうそのコンセプト的にもうそういうものなんですね。坂崎幸之助さん、うん、編集協力や。あで、あれよ、ここに書いてあった、どっか書いてあった、新婦ジャーナルコレクションやから、うん、昔のやつのを全部、うん、そのありのままにやったんちゃう、はい、これあれなんですよ、このね、今紹介した本なんですけど、どなたかあのアマゾンかなんかのあれそうリンク貼ってください、ね、セメントフォーク大全集、ね、あるでしょ、自由国民社だろ、うん、どっかグーグルしてこれね、なんかね、中身見ると、あれなんですよ、なんかのコピーを全部してるみたいな感じのやつで、面白いんですよね。じゃあのね、あの普通の製版してないですね。うん、そうそうそう。コピった。もう全部コピーしたものが、全部写真になってるみたいなね。なんかさ、コピーってスキャンじゃなくてコピーやね、うん、そうそう、スキャンじゃなくてコピー。本当にね、なんかね、なんか LINE とか入ってたりしますもんね、さっきもね。ちょっと濃くなったりとか、薄くなったりとかね。そしてね、あの普通のフォーク300曲集とか600曲集には載ってないような曲ばっかり。あー、そうですよね。だって全然私、高田渡の曲がね、5曲も入ってるようなね、歌もないってば。知らんわな、それはだって。自衛隊に入ろうとか知らないですよね、それはね。これね、うん、たまたま今日ね、じゃあ豆腐屋さんの年代からするともうたまらない、僕よりもうちょっと上かな、上ですか。だから今そう、山中さんから50代前半かそのぐらいの段階までぐらいの人がもうたまらない感じの曲が詰まってるような、うん、そうそうそう、たまたまね、あの今日新宿の紀伊国屋でなんかないかなと思って、あ、これ宣伝じゃ全然ないですよ。いや面白い、うん、いや本当は、ね、見つけてきてくれたんです。本当はね、変な本があったので、うん、こう紹介したらやばいのかと思ったんですけど、うん、ちょっとよく見たらそんななんかノリでやってるみたいだから、うん、面白い、笑える。いやなかなかないんですよ、iPhone って毎年新しくなって新曲入れていくから、はい、古いマニアックな曲ってどんどん削られていくのね、うんうんうん、決まってるから、うん、曲数が。だからね、こういうのがね、そうですね、 iTunes で古い曲探そうとしてもなかなか、 iTunes はさ、だってレーベルがさ、そう iTunes で売るってやってないとないわけですから、もう結局自分で入れるしかないっていうかね、うんうん、自分が持ってる、ああ、うん、そうそう。で、あとはね、そのミュージシャンの人たちにはあるけど、YouTube、いや、あのほら、レンタル CD 屋さんとかさ、か、そうか、中古とかになっちゃう、ね、しょうがないな、出てないんだもんね。まあでもしょうがないですよね。手に入らないんだから。でもそれでも出てこないような曲がいっぱい入ってるんですよね、これ。ちょっと歌えるかどうか、うん、山中さんを前にしてこれは弾けないから、山中さんおかえり、なんか持ってきあった、あ、神田さん用の、ね、持ってきました、ちょっと待って、この子を1500円で安い、検索してみたんだ、眠れない、お顔を引いては眠れない、夜空の下では眠れない、揺り起こされては眠れない、歩き疲れては草に埋もれて寝たのです、歩き疲れ寝たのです、眠れないのです、うん、生活の柄、ある生活の柄、ある日高田渡るさん亡くなったんだよね、数年前に、歩き疲れては草に埋もれて寝たのです、歩き疲れたで寝たのです、眠れないのです、そんな僕の生活の柄が夏向きなのでしょう、草で寝るからね、
ネタかと思うと、ネタかと思うと、また上気にからかわれて、歩き疲れては陸と間に潜り込んで草に埋もれて、ところ構わず寝たのです。ララ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 ラって、こんな乗ってるんですよ。自転車に乗ってとかも乗ってますからね。むちゃくちゃやったこの曲。同じ年代の方とかね、うんうん、おっ、ミッチカサさん、確かに17インチフルスクリーンでもしっとりして見える、そしてやっぱり本は分厚いそうなんですよ、うん、17インチでも全然多分平気だと思います。年内値上げは全然考えぬ、当分値上げはありえない、極力値上げは抑えたい、今のところ値上げは見送りたい、すぐに値上げを認めないってね、こんなむちゃぶりでしょ、むちゃぶりな歌ですね。いや、なんか今ぴったりじゃないこれ、ね、値上げは考えない、値上げっていう、値上げってタイトルよ、ね、値上げで検索かけたらもう、うん、多分全然曲なんか出てこないですからね。そう、値上げは値上げを、値上げがあるとしても今でないってね、なるべく値上げは避けたいって、値上げさせざるを得ないという声もあるが、値上げをするかどうかは検討中である、検討中なんだ、値上げも避けられないかもしれないが、まだまだ時期が早すぎる、値上げの時期は考えたいってね、こんなの飲んだあの飲みながらずその歌いはんのさ、だからさ、面白いでしょ。今日はですね、昭和歌謡ショー、毎週金曜日22時から、時間は適当、うん、最後の時間は適当です。はい、もうゆるい配信で寝落ちご容赦ってやつ、はい、寝落ちでももう出演者寝落ち OK みたいな感じでもうやってます。はい、今日はもうね、あの椅子も座らず、もうこんな感じで、はい、昭和といえば、はい、皆さん憧れのだるまですね。これは水回りになってるのかな、ハイボール水割り、ごめんなさい、ね、ソーダなくなっちゃったから水割りになりました。はい、ハイボール、最初ハイボールにしてたんですけど、ごめんなさい、今水割りにさせていただいております。はい、懐かしいでしょだるま、うん、これもうね、今日中野でそう探しまくってやっと1本見つけたんですよ。実はないでしょ、だって本当に他にもあった、リザーブもないわな、もうな、そうリザーブなんか余計ないですよ、余計ないよね、余計ない、うん、ホワイトないか、角瓶はなんか違う形のがあるよね、ちょっと流行ったからね、新しく最近ハイボールで流行って出してるのがあるから、はい、だるま、うん、贅沢ですよ。そう、多分ね、あの豆腐屋さん世代、もっと上の世代かな、いや僕はが憧れてたんですよ、はい、これは。あ、そう、ね、なんだろう、その当時は高かったんですよね、高いです、酒税とかなんか全部違ったね、今も高かったんですよ、飲めなかったんですよね。で、あの自分で働いて将来絶対飲んでみたいっていうのがあのこれだった。多分出た頃はほらお父さんはあのほら何応接間のあのダッシュボードっていうか、うん、ね、飾ったんよこれが、うん、らしいです。もっとなんか偉いお金持ちの人は、うん、オールドパーとか言ってたんだけどね。そうなんですよね、洋酒って言ったらほら輸入持ってたら、うん、オールドパーとかカティーサークとかな、同じだけどこれですよ、だるまです。あれ OP とかはあんまり、うん、OP とかはあんまりですか。 OP って何？ VSOP、 あ VSOP ね、うん、何の VSOP、 いろいろあるやん、ブランデーか、なんとか、いや、ブランデーじゃなくて、じゃなくてウイスキーでもある。 VSOP はあれやね、等級の1級、2級、
よな、東京がなんとか、あ、VSOP ってあった、うん、VSOP ってありましたよね、確かに。で、安物で VO っていうのもあったのよ。あ、そうなんですか。まずいね、これがまたなんか甘いね、変な酒やった、やっぱこれあれですね、ちょっとピリッとする感じでね、完成されてるかな、美味しいですね、はい。なんだろう、普段私あれなんですよ、マイヤーズっていうラム、ダークラムね、そう、ダークラム好きでずっと飲んでるんですけど、あれすごい舌がピリピリして好きなんですよ。飲んではる人いるよ。あ、本当ですか。ネバーロマンスさん、うん、見ながら焼酎4杯目。ああ、いいね。焼酎なんですか、銘柄は。焼酎なんですか、銘柄。乾杯。乾杯。乾杯、イエーイ。すごい、さっきまで寝てはった山中さんがすごい。山中、あ、暗くて大丈夫です。大丈夫です。いや、ここ赤につけたら。あ、えらいことだ。あ、そうか、うん。山さん、あれか、アダプター探してんの。なんでか知らないけどね、でノートパソコンが落ちた。落ちたじゃん、スリープしたね。あ、落ちた、うん、落ちた。そんなこともあります、うん、あと15分ぐらいで患者さん。こんなんマジっすか、はい、何あ、またエロスイッチじゃなくてエロ、いやいや、もうこの LED だけでもう眩しいのに。あ、 LED ライトですよね。 LED ライト今日はね、あの4台ですね、使っておりまして、ね、はい、いやさ、どなたかほらカメラのこと書いてはったよ。でも普通のああいうライトよりも熱くないからいいですね。あとね、今日私が変えたんですよ、エアコンがあそこだから。ドアの位置がもともとこっちにあったんですね。あ、それをあっちに寄せてエアコンの空気が入るようにしたんですよ。だからね、あれだ、涼しくしたんです。そのこの機材だけを考えている男たちには考えが及ばなかったところ、うん、そうところをね、すごく涼しいですもん今日。ただプーってこうやるだけで今日涼しいですよね。涼しいです。先週よりかは全然涼しくないです。暑かったです。すごい暑かったです。先週ね、暑かったと思うんですけど、ね、ネバーロマンさん、黒霧島、あ、いいね。あ、黒霧島飲んでるんだ。芋焼酎ロックですかね。そっか、ね、ロックでしょう、やっぱり。あ、面白い歌詞ですね。ってあれか、値上げかな。あ、値上げだね。ね、うん、あとほら、あれ。あ、いいや。佐竹のような左足、これね。すみません、すみません。両親がフォークシンガーと知り合いで、小学生の頃よく一緒に聞かされた。そうなんだ。YOC ダイバーさん。ユーストリームって、うん、WWW 必要でしたっけ。あ、なくても、あの、リライディクトすると思いますよ。24インチフルスクリーンでも大丈夫と思います。あるし、すごいね。TV ブックマークしてないの。ない、ね、チャンネル、ジュンズ TV、どうも。来た。おー、3時34分をお知らせ、あ、嘘、3時19分をお知らせします。あ、まだそんなもん、うん、まだまだよ、こっからだからね。だってマックさんがあれですもんね、ビューアー100でカメラもらえたのもこの時間帯だもんね、はい、これからです。そうです、こっからだからね。そう、あ、洋楽だとここです。何何何、どれどれ。あ、洋楽の歌詞サイト、歌詞とコードの来た。そう、あ、どれどれ、あ、検索がこれなんだろう。何を望んでるんだろう。ん、何を。ビートルズがいい。あ、でも神田さん来る前に撮っとくから、ビートルズは。そうだね、あれがいい。お、いや、行きましょう行きましょう、これこれ行きましょう、これどれを。あ、これ、うん、ごめん、ちょっとコードが嫌やね。よくできないからさ。あ、すまんすまん。 あ、 ね、あれ歌いたい。何歌いたい。洋楽で、
うん、あれ小5かな、どうだろう、なんだっけ、なんだっけ、乾いた空を見上げているのは誰だ、つなぎに歌ってますから、はい、なんかこんな感じ、乾いた空を見上げているのは誰だ、お前の目に焼き付いたものが化石の街、愛の形が壊れた時に残されたものは旅立ちの歌、なんか出てきたよ、てなく広がる世界にただ一つの輝いた夢、あふれる涙、孤独に飢える命、生きてゆく、あ、違う、あ、聞こえるはミュージック、あれか、フラッシュダンスか、心の叫び、愛は燃えるラッシュダンス、日本語の歌詞があるのね、わらフィーレ、あれでしょ、スチュワーデス物語ですよ、あ、そうだったんですか、私、スチュワーデス物語大好きで、ポリチエビ大好きだったんですよ、ポリチエビ、だから、今も DVD 持ってます、前回本当に、あの、スチュワーデス物語大人買いやね、はい、レンタルじゃなくて、レンタルじゃありません、ポリチエビさん、はい、大阪府堺市出身、今、あ、そうなんですか、3人ぐらいほどお子さんいて、え、もう、え、5人ぐらいでしょ、5人か、うん、よーさいたね、元気やったよね、体ね、マラフィーチャ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 ン、フィリフィリチャ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 ン、体中に感じるリズム、テカンパッション、エネルギーサンパン、痛いほど強く抱きしめ、抱きしねえ、ふん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 、あずむじゃなせ、あせに光るラッシュダンス、わらフィーリンチャラッタ、フィリフィーリン、体中に感じるリズム、チャ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 レイパンパン、チャラチャチャチャ、痛いほど強く抱きしめて、抱きしめて、アラビエ、岩間さんがメイさんや、いたるよ、岩間さんが、あー岩さん、こんばんはブラックニッカの麦茶割り飲んである、あーブラックニッカ、あのブラックニッカね、安くていいよね、ヒゲクマさんが、うん、うん、ね、そう、とりあえずスチュワーデス物語好きとして、はい、ちょっと歌ってみちゃいましたけど、今の歌何ですかって言ってる人って、そう、今の歌ですね、スチュワーデス物語の方のやつよね、はいはい、のバージョンですね、本当はあれなんですよね、
フラッシュダンスっていうジェニファー・ビールズのね、はい、映画の主題歌。もう古い、あなただって小学生ぐらいじゃないの。いや、スチュワーデス物語自体がもう、ああそうか、うん、あのフラッシュダンスはね、生まれてんのかな、生まれてないかな。生まれてるやろ。生まれてるかな、結構。そんな、何サバ読んで。いや、違う、だって、あ、でもそうかもしれない。スチュワーデス物語自体が、私多分幼稚園か小学校とかそんぐらいですもん。じゃあ、もうほんまに、うん、だから最初知ったのはスチュワーデス物語でフラッシュダンスの歌っていうか What the Feeling を知ったんですよね。なるほど、はい、そうか、そうですよね。僕が高校2年生が1980年でジョン・レノンが亡くなった年で、話がの次が分からなくなってしまいました。なんかそんな感じ。とりあえず、はいはい、あれなんですよ、はい、なんだろう、スチュワーデス物語が大好きなんです私。なんかね、今更見るとね、ププって笑っちゃったりするところも結構あるんですけど。見るの今になっても。ん、今になっても見るときあるの。なんかね、臭いっていうかね、こう、うん、なんていうの、今の韓流ドラマっていうんですか、うんうんうん、あれやっぱね、大英ドラマってね、あるじゃないですか、独特の、うんうん、なんかいじめられたりとか、なんかどっか体悪いとかあるじゃないですか、あ、ボスが、うん、そう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 、そう、大英ドラマが私大好きなんですよね。だから、赤いシリーズとか、あ、それはあなたも知らないな。赤いシリーズはね、違いますね、うん、スクールウォーズとか、そっちの世代なんで。あの辺になるんや。そう、あの辺の世代ですね。そうか、すごいね。私チーター、私はですけど、私は、うん、そう、その辺の世代なんで、うん、そう、あれ見て育ってるもんだから、うん、なんだろうな、やっぱ今の韓国のそのドラマとか流行ってるの、うん、パッて見ても、うん、流行ってる理由がわかるっていうか、わかるよね、うん、あれがいいのよ、うん、あの、そんな変にさ、あの昔の、そう、昔を思い起こさせるっていうかね、あれ一つのまたなんていうのスタイルというかね、そう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 ですもんね、うんうん、あ、フラッシュさん1983年だ、83年ってことは私が6歳の時だね。6歳、幼稚園か、うん、小学校1年か、うん、そうだ。あ、酒井で育った方もいらっしゃいますみたいな。酒井、うん、エレクトリックなギターが、うん、若草もない、若草も、若草の存在を、エフェクターも、うん、エフェクターもできた。あ、パワードスピーカーが、うん、パワードスピーカー、エフェクターギター来ました、英気、うん、クレーンを操作するマックさん、うん、もしかしたら、あの音的にニャンとか来るかもしれませんが、あの、はい、あらかじめ、はい、ご注意ください。僕ね、あの2番目に入った会社のね、はい、社長がね、うん、あの通称マックさんやったからね、なんかね、マックさんって言うとね、すいませんとかっていつも言ったんで。そうなんですか。いつも謝ってたから、通称マックさんなんだ。そうそうそう。おっ、来た、チャ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 っていうイメージです。チャ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 、かっこいい。あと神田さん、まずい、おー、お願いします。30円になります。